ねえ。ねえ。花ないね。花ないね。やってまだね。すいません。あ、メリークリスマスね、どうも。ね、言うとかんとね。いいね。はい。さ、うん。クックあるやん、クック。ありまんな、クック。あの、掛け算のやつ。あるね。うん。あれがちょっとさ、うん、俺、うる覚えでさ。え、うん、お前、いくつ ?30。終わってんの、お前、マジで。クックでけんの。いや、まぁ、ちょっと覚えてんねんけど。ちょっと覚えてんの？うん。おう。ちょ、確認してもらっていいかな。構えへんよ。言ってみて。陰一が1。1から行く？いらんって1の段なんか。いらん、一応。うん、まぁ、あ、まぁ、あ、うん。陰二が2。うん。陰三が3。できてるやん。陰四が4。うん。インゴスンゴスン。あれおい。あれロクンロクン。ちょっとあんたおい。インシチンシン。えインハチンハチン。おい。インククンククン。ここまではいけねえ。全然ちゃうっておい。もうな二の段が。ちゃう、待ておい。え全然ちゃうって。何がちゃうの何もかもちゃう。答え答えとかじゃない。式。じゃあ概念が間違ってるのかな概念が間違ってる。もう一回言ってみて。陰一が一からじゃない四の後から言って四の後陰四が四陰五すん五すんなんやねんお前おい陰おいくん六ちょ待ておいっておいえ何一かける五何陰五すん五すんやろ答えはすんすんって何一かける六は陰六ん六んやからくんくんな一二三四すんくんなお前お前なちゃうお前中国の学校行ってた行ってない行ってないよなお前は一かける七はインシチンシチンやからチン。チン？うん。1かける8は？インハチンハチンやからチン。チンダブってな、お前。うん、そうやね。俺もおかしい思う。なあ、チンダブってるよな。これ多分あれやね。何やね。数学のパラドックスや。あ、ちゃうちゃう、そんなんもんちゃう。そんなんもんちゃうってお前。1かける9は？インククンククンやから、クンククンククンって何やねん、お前。子犬抱いてんの、お前。いや、抱いてないよ。全然わかんない、お前。そう、二の段いけるかな、俺。2段いけるいけると思う。1の段あれやったから2負けおちゃうのお前大丈夫大丈夫やと思うけど。言ってみて。2、1が2、うん、2人が4、いけてる2、3が6、この辺。2、4が8、うん、人語数。ええー、って、おい、もうええわ、おい。人語くんで。ええー、って、おい、待てよ。何何やねん、お前。2かける5何人語すん、語すんやろ、うん、すんじゃない。またすんやんけ、お前。2かける6は六ん六んやかくんやまたくんやお前これあれなんじゃんなんやねんククって破綻してんの破綻してないねんおいえククはうまいことできたんねんあんなもんじゃ掛け算表されて掛け算できてんねんあれでそう全然あかんやお前そうかね三の段いける三の段はね俺習ってない習ってないとかないねんククな4は ?4 も習ってない。習ってないとかないねんって、おい。これあの選択科目で2位までしか取らんかった。じゃあそんなんちゃうねん。ククってセット売りやねん。セット売りなんバラ売りしてんねん、ククバラ売りしてんねん。うん。あ、そうな。全然わかんねんけど、お前。でも5の段はいけると思うわ。大丈夫よ、5。うん。これ統計取ってねんで、お前。え？お前5でバグんねん。5でバグ。うん。じゃあ5の段簡単やねん。簡単やけど。うん。覚えやすい。覚えやすいねんけど。全部答え一緒やし。あ、大丈夫、お前。大丈夫、大丈夫。簡単あれ。ちょっと言ってみて。ゴスン、ゴスン、ゴスン。おい。ゴスン、ゴスン、ゴスン。東大阪やねん。ゴスン、ゴスン、ゴスン。東大阪、お前。ゴスン、ゴスン、ゴスン。あの、工場いっぱいある、大阪で。ゴスン、ゴスン。東京で言ったら何や。ゴスン、ゴスン。海沿いかな海沿いの方のことや。ゴスン、ゴスン、ゴスン。な、工場やんけ、お前もう。おい。ゴスン、ゴスン。おい。今7くらいか。じゃあそんなんちゃうって、おい。この段、工場する時間ちゃうねんて。工場する時間ちゃうねん、おい。CPU 作る時間ちゃうねん。CPU 作ってたやん。おい、自動車のベアリングや、思たわ。もうどうでもええわ、ほんな。どうでもええマジで。マジでどうでもよかったや。全然あかんやん、あかんから。いけると思うけどな。いけるうん。2×9、肉は肉は、うまい。うん。8×8、葉っぱはアッパーはまずい。子供か、お前。どうもありがとう。ほうほう。スタバ。スタバ。なんでやそうやねなんでスタバおごってもらえんねや取材にスタバスタバそんなスタバ好きとか言ってたっけわしら言ってないなあ、うん、スタバのイメージないやろそうやな、うん、もう最近よう飲んでるよないやそんな飲んでないよ幕張行くたびに飲むぐらいで並んでたら飲まへんしな並ぶねんなそうやねあんなあんなコーヒー飲むのに並ばなあかんねんなんでお姉ちゃんあんなスタバ好きなあれなんやろほんまに分からへんなあれなあだ名人とかさ川瀬の、うん、もうスタバ好きやん、うんうん、ってことはうまいんやろな
名人はスタバの方が仕事はかどるって言ってた、うん、ああいやで名人はスタバはコーヒー飲むとこじゃないって、うん、ティーを飲むとかやってたでも多分うまいね、あいつうまいもん好きやから名人なんか、うん、グルメのやっちゃからタバコ吸えたらな、せタバコ吸われへんねんな、せやね、あとなんかのライブで誰かが言ったけど、スタバの店員ってスタバをなんかすごく上等なもんやみたいなテンションで来るのしんどいっていう、ああっていうスタバですよみたいな顔してくるのがちょっとしんどいって言ってやって、なんか妙にわしも納得したなそれ。わからんでもないな。あ、交番や、最悪や。あれ。最悪や、交番や小林。人おるやん。交番って人おらんよな。ほら、めずいね。交番って中入ったら電話しか置いてないもんな。そうやね、そう、なんかどうしたらええんやろってなると、なんかあったら呼んでくださいっていう、なんかあるから来てるのに、うん、そうやね、そう緊急ならどうしたらええ、そうやね、ほらサザエさんの学校の先生みたいな髪型やろ、もうあれ短くしたらな、あのウェーブあれをバンバン、せやろ、そうなのか、ちょっとください、カツオの担任のやろ、王冠取ったらどうなるかが見えへんか、いやあれだ、まんまあれよまんまあれやで、ね、ありがとうございます。何飲もういいですか。はい。ほたらピンクフルーツイチヤアップルの、じゃあソウルで。ソウルです。はい。これってコーヒーなんですか。コーヒーは入ってカフェインは入っているんですけど、はあ、コーヒーではなくて結構すっきりした。あ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。おお、じゃあキャラメリーミルクコーヒーフラペチーノ。絶対美味しいですよ。追加とかあり、おすすめの追加とかいるんですか。パワーアップできるんですね。まだカスタマイズを試行錯誤しているところなんですけど、はい、甘いのはお好みですか。甘いの大好きです。大好きですか、はい、結構これがもともと甘めなんですよ。で私はワンショエスプレッソショットをワンショット追加しても美味しいかなって思ったり、あとどないするの、エスプレッソショットをワンショットで、ワンショット追加、はい、ありがとうございます。このピンクフルーツチアアップルはカスタマイズの仕様がないですか。まあ私も試したんですけど、はい、ホワイトモカシロップっていうホワイトチョコの味のシロップを混ぜると、はい、ギョボでした、うまいですか、うん、合うな、それかましてもっていいですか、お願いします、ありがとうございます、私の激推しです、ありがとうございます。他にご注文ございますか。こういうドーナツとかいらないですか。お菓子もいいんですか。はい、あらあらあら、うわ、チョコレートチャンクスコーン、はい、なんかうまそうやな、あれアンバターサンド、あ、これ美味しい言ってたな、なんか聞いたんや、森下さん言ってた、そう、森下さんが言ってて、濱家さんも言ってたな、これ以上でございます。へい、へい、へい、大丈夫、ありがとうございます。こちらお持ち帰りになります。はい、コーヒーちゃうんか、ピンクフルーツチアアップル、一体なんなんや、みずみずしいフルーツジェリー、カフェインが入ってるが謎やな、謎や、本当ですね。自分あれやろ、甘いコーヒーやろ、だろうな、なあ、フラペチーノやから、うん、クリーム乗ってあるやつやな、ほんまにその嫌な人間なんで、はい、こんだけ人間おったらもっとチャッチャできるやろって思う。すごい丁寧じゃないですか、もう雑でガムと話してくれって、いいよちょっとぐらい失敗したかって、ね、かまへんって、もうなんか書いてくれたりするじゃないですか、はい、ね、ええかも話してくれって、ありがとうやけど、せっかちやりまして、やった、ありがとうございます、お気に入り、います。おい、え、完全に神地やったんけ、これコーヒー作ってたやつなんかコントでやってんのかな、役作りか、いや、そのままコントでやってそのままキャラが抜けようなと思って、ああ、入り込むタイプか、うん、こんなスペースあったんやな、あの中に、うん、この公園、なんでこんな喫煙許されてんだよ、お前な、禁煙って書いてるもん。あ、なるほどなるほど、ここやったらいいんですね。めっちゃグレーやん。もう今誰も怒られんとこ、ギリギリの曖昧んとこやで、どっちの領土でもないから文句言われん。ありがとうございます、いただきます、いただきます。どういう絵面なんですか今。
の どこが映ってんの今どういう風に見えてるんですか僕らのこと。得体が知れすぎないじゃないですか。ここめっちゃ物質の匂いするんですよ、うん、剣道着欲してる時の匂いするのピンクフルーツ一生覚えられへんな。わあ、どっちでもない。うまくもうまうまいけどまずいね。でもまずいねんけどうまいね。うまずい。なんやろ。あ、すごい剣道場の匂い。あ、匂いはそうやね。すごい。とんでもなく甘いな。甘い言うてはったな。うん。あのほら10回振って飲むみたいなあるやん、ゼリーのやつ。 あ、はい、あれの感じやねんけど、ジェリーがいてるから、うん、なんやろ。でもまずくてうまい。まずくてうまい。まあ、まずいよどっちどっち。そのレンタルビデオやったらまずいのジャンルにはいてるよ。あ、はい、うん、でもうまい。なんやろ、石鹸食ってるみたいなじゃあ飲んだら分かるわ。一つもいいこと聞かれへんねんけど。あ、ストローの細さ違う。うん、めっちゃ飲みにくいで、ジェリー出るからな。これむずいな。ギリまずいんかな。いや、そうジャンルはまずいやん。ジャンルはまずい、ジャンルはまずいよ。まあ間違いない、これは間違いない。でもまずくもないやん。あ、うまいもいてるやん。うん、あ、で、うまい理由も分かるやん。これが分かる、うん、まずくて最高みたいなことやんな。あー、いや、それもちょっと違うねんな。ドクバットです。お願いします。お願いします、ね。さ、うん、この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え、等身大のやつ。え、でそれをラジコンにして走らして遊んでたんよ。え、ほんなら俺のラジコン途中で操作効かんくなってさ、え、走ってどっか行ってもうたんよ。は、最近街で俺見てない。ちょっと待って、ちょっと待って、何言ってんのお前。え、な、自分の等身大のラジコン作ったん。うん、何それ、何でそんな作ったん。俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうなん。うん、でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやった。絶対ちゃうでお前ほんまに。どうやないかお前みたいな。もう見てない、街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ探してんねんけど。見たわ。見た。うん、なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけどあれお前のラジコンちゃうんけ。パン屋さんの壁、はあ、それは俺やな。ガチもんだお前本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんのパン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど中入って食ったやのにきしょいなお前。見てない街で。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何、漆塗りやねん。漆塗り真っ黒のやつやった。見たわ見た見た。漆塗りのお前やったら見たわ。見た。うん、どこで。ネットオークション出たわ。売られてんのえ、仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの。仏になってないけどねてかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てるな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。嘘ないわ、まあ、おい、振り返さんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏になってんやろ。ほんなんもうええわ。なんでや。仏だけに仏言うて。うえぇホットケーキ。うらっしゃ。どうも金属ね、どうも。いやいや、あのさ、うい、お前さ、うん、鶴が罠にかかってたから助けてあげたよな。ほう、ほなその日の晩にさ、ほう、知らん女の人が家にずかずか入ってきて、え、私がいいと言うまで絶対にこの扉を開けないでください。おい、鶴やんけお前、鶴の恩返しやんけって言うて、ほう、ガラス戸をパタンって閉めた。ギャン見えちゃうのお前。ギャン見えやギャンギャンに見えてるやんけ。でそっからその鶴さ、はあ、半年以上家おんの。いつまでいてんねんお前。たまらんの。たまらんな。そうよ、あんたんちワンルームマンションやろ。そうなんよなあ。だから俺ずーっと玄関で暮らしてる。おい邪魔やな。めっちゃ邪魔だよ。生活できへんやんけお前で。なあ、だから洗濯機とかもさ鶴の部屋にあってできへんねんな。難儀やな。だからこの前さ、はあ、川へ洗濯行ってさ。追い出せやもう。ほんなら川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこって流れてきて、え、その横で亀がいじめられてる。どこ住んでんねんお前。あれお前住所大阪府おとぎの国やったっけ。とりあえず亀助けたらなあかんやこれ。かわいそうやな亀。めっちゃひどいよ。何がい。大人が集団でさ。大人かいな。さすまた持ってさ、うわ、ワニ亀いじめとんの。あ、駆除やそれ。え、駆除や。あ、駆除してる。外来種やから。あ、外来種か。あんた怒られたやろ。邪魔しないでください役所の人や。
もうこれ以上俺ら役所怒らしたかんねや。怒らした。うん。桃呼ばれよ、桃。いや、桃がそれが流れてってもうてさ。なんじゃ、お前、おい。で、俺、とぼとぼ帰ってたらさ、地面から、光る竹が生えてて、でその横で亀がいじめられて。亀ええわ、お前もう。ワニガメっしょ？なんかな、オレンジの鉢巻き巻いて、ヌンチャク振りましてた。おい、タートルズやないか、ほら、お前。あれ、外来種やけど。あ、そう？液状やから。あ、液状。ほっといたんや。竹竹な。で、竹割ったらさ、中からガキ出そうやな。おい、言葉って悪いよ。あ、そう、ちゃんと言って、ちゃんと。非納税者で。あ、ちゃんと言い過ぎや、お前。ちゃんと言い過ぎ。こう割れるかな思って頑張ってねじってたんや。割れまへんで、あれ硬いんやから。ほなら、一瞬だけ真っ赤に光って、光らんくなってんな。お願いします。ストライダー飛竜。おー、そんな技やったっけ。ストライダー飛竜ってそんな技は使ってたかな。あんま記憶ないけど。ここのイメージあんねんな。はい、始まりました。昨日がと、もう一丁もう満体でございます。ありがとうございます。もう一丁もう満体。ねえ、いやいや、引き続きでございます。はい、タバコの吸えるスーパースタジオ。本当に素晴らしい。ありがとうございますね。ねえ、いや、ねえ、本日はお日柄もよく、皆様たくさんのご視聴ありがとうございます。今回集まって、いただいたのはですね、あ、何も考えてなかった、すいません。ごめんなさい。猫ミームなぜ流行っているのか徹底解説。今話題の猫ミームがなぜ流行っているのかを徹底解説しましょう。猫ミーム、猫ミームって何？ちょっと吐い飛ばすなお前。おい、猫ミームって何？何です、猫ミームっていうのは。爆流行りしてます今。猫ミーム？猫ミーム。ほんまに？ほんまに？マジで聞いたことないな。俺らまだラッスンゴリラで止まってるんですけど。猫ミーム。猫ミーム。近いかもしれないです。え？ラッスンゴリラが近い？かけるメンバーですかほら。吉本の。いきますよ。じゃあ猫ミーム一回見てもらえます。猫ミーム、はい、お願いします。おい、これ流行ってんねや。おお。あの外国の面白猫をいじってるみたいなやつですね。そうっす、集めて。そうっす。ああ、要はゲーム実況ですか。違う全然違うんじゃないか。流行ったな。でもああいう猫わーっていうのとかよく流行ったもんな。その猫を切り取って。そうです、あったね、マッドみたいなやつじゃな。ああ昔流行ったね。そんな今流行ってんねや。猫ミーム。で、なぜ流行ってるのか徹底解説しましょう。知らんてわし。今知ったんやから。まだ信じてもないぞ。流行ってんねや。流行っているが。猫ミーム。家で録画してるサザエさん見てるから。溜まってたから追いついてないな。なぜ流行っているのかを解説しましょう。どういうこと？俺何も知らんのに。今のだからどこが面白かったかとかだったと思います。ああ。あれの面白さを、うん、だからもう疲れてるんだよ。みんな全体的に。あ、なんかまあ嫌味やったもんな、設定も全部。ああ嫌味な設定やったな。男と女マッチングアプリのとか、うんうん、仕事が疲れてるとか、うんうん、みんな疲れてんねやろな。疲れてるのを共感する。あ、で可愛いキャラで、うん、あ、なんか濁してみたいなことないのな、うん、分からへんけど。アブリル・ラビンの力と。アブリル・ラビンやっぱあれね。へいへい言うようなやつな、うん、あれ定型みたいね。定型文みたいな。そうやな。あれやっといたらウケるみたいなやつやな。やっぱあ、なんかみんな真似するの好きやからな。一、うん、人おもれことしたらそれみんな使うからな、うん、あ、そうやな。これ誰がやりだしたやろな。これいっちゃん初めもう外人やろ。どうせこういうのって外人じゃないの。こんなあの猫のオロロロっていうのもよう待っていたよ俺。あ、そう。オーロジョンソンっていう。ずっとジョンソンっていうの。オーロロロジョンソンっていうの。あ、2000年に2チャンネルから始まったって、うん、あれ、あんた2チャンネルから知ってんじゃん。ヒコ猫。いや、見たことないな。あ、そう、うん、あ、なんかアスキーアートでゴルア、言ってよしなどのセリフを書いているものの派生って書いてあります、うん、はい、がもうリアルになったんや。
アスキーアートが、うん、あんたやってたもんね、見てやったもんね、2チャンネル、うんうん、ずっと VIP におったよ、うん、言ってたな、鬱陶しかったな、あの時お前なんか言うたらググレカスとか言ってたもんな。マジで鬱陶しかったわ。そうググレカス言ってたよ。言ってた。言ってたわ。わこれリアルで言うんやと思って。ゾッとしたよ俺は。身に起きた出来事を猫にすることで辛かったりひどいエピソードを緩和する。ああやっぱ言ってた通りあんた。ああ聞いてほしいねそれを。はーい。わしらもじゃあ猫ミームしちゃえんかな滑ったりした時。俺らがなんかガッて考えていざやってみて信じられないぐらい滑って喫煙所でむっちゃタバコ吸うの猫ミームにしたら笑えんのかなで後輩呼んで酒飲みに行って結局誰のチンチンが長いかっていう話して帰ってくるのに猫ミームにしたら笑えんのかな、うん、可愛くなるんちゃう可愛くなるのかなで後輩のバイト先に行っておい女とセックスせえってコンドーム渡して帰るのあれも猫耳むしゃ笑えんのかな笑うもうベロベロで言って癒されるんちゃうハイボールの濃いめのロング缶と薄ピタコって言ってお前これ飲んで今からセックスしてこいって言ってバイト先行くのも猫耳むになったら笑えんのかうんそういう力があんねん猫にはこれだから猫以外もやってるってことさっきヤギおったもんなブレ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 言ってたもんなヤギミームもあるんだこれがいけるならっていう犬ミームなんかあんのかな犬ミーム探しますねえミームミームっておったよな昔チェクターの相方でミームモリアねミームミームって言ってたよもうミームモリアうん先取りしてたんか猫ミームにちょっと犬出てくるぐらいはありますああ客演でねやっぱ猫なんやはあ、ま、猫なんか言うもんなおろおろ言うもんなあ世代は いくつぐらいまで？でも小田上田の上田さんは見てました。はい。上田なんぼやあいつ。あいつ59にも。定和不詳やな。59にも8歳にも見えるからな。幅が広いからな。じゃあ8から59までの間で流行ってんのか。じゃあ俺は入ってるんで。見たことなかったな。恥ずかしいな。みんな知ってんのかな。いやみんなもう。見たことあった。知ってました。もちろん。おお。TikTok がもう分かれへんもんな、見てないから、うん、そうだな、TikTok 竹地さんから聞く情報しかないもんな、うん、スーマルの竹地さんが TikTok よう見てて、うん、やっぱスカート短い女の子が踊ってる、嬉しいって言ってたから、うん、もう最近飽きたらしい飽きたんや筋トレ動画ばっか見てるらしいあそこもあんねや、なんでもあんねや、うん、筋トレもエロもあって、まああるんやろで、正義もあるし、うん、どうせバイクもあるやろ、うん、あと何でもあんねんなその人がそれを見るとそればっかおすすめに流れてくるって感じですねはい TikTok を見ながらなまず TikTok 何かしらでも流れてくんねんなそういうことかあ今話題なぜ流行ってるかっていうのは流れてくるからかなるほどな流れてくるからあ頻繁に出てくるからかなるほどなるほどなんかようわからんこの人何の芸で売れたんやろっていう人おるやん、うん、いっぱいでも出てたら、うん、わあすごい人って思うもんなうん、うん、テレビの人やっていういざよう考えたら何の人か分からへんそういやあの人何の人なんやっていうのなわあ何の解決もならんかったないやでも鋭い考察でしたやっぱり、はい、ところジョージ一体何の人やったんやで最近やっとみんなが歌手やったでそういやそういや歌手やんそういや歌手やねただの面白い人じゃないやっていうどうもバットナイスですこんばんは金属バットです金属バットです同じ絵づらいねあんたねえ、うん、ねえ僕ら金属バット言いましてね、はい大阪から来たんすわ大阪からねね僕ら2人とも大阪でね、うん、来まして、大阪言うたらね有名なもんがありまして、うん、有名なもん、大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ねえちょっとね何嘘ついたあかんわ何がやねんお前自己紹介で何がやねんな大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ何ハープとティアラの街そうなんですすいませんね大阪ハープとティアラの街ですね、うんそっから来ましてね、で、うん、ガス溶接得意な方が小林でアーク溶接得意な方が友安ですね、うん見たら分かる思いますけど見たら分かりますかね、分かりますかね分かるでしょ、分かったかな大丈夫でしょ分かってるね大丈夫大丈夫、ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよそうなんですよ、うん、僕ら This is 漫才師です This is
漫才師、うん、お、いいね、うんうん、ザットイズ漫才師、ザットイズ、うん、違うんちゃうか、フーイズ漫才師、フーイズ、うん、なんか横文字が似合えへんのちゃうか、うん、これぞ漫才師、なんかな、漫才師のご両人、ご両人です僕ら、漫才師のご両人ですわ、ご両人でやらせてもらってて、こんばんは、漫才師ってね、うん、立ち仕事やんか、ざっくり言うとね、うん、めちゃめちゃざっくり言うたせやね、立ち仕事のさ、うん、接客業やん、むちゃむちゃざっくり言うたな、うん、省き倒したらそうやな、きっつい仕事やん、めちゃめちゃ楽やで、え？めっちゃ楽よ、いやもうだってずっと立ってるからさ、こんな楽な仕事ないでお前、ある、え？見た俺の仕事量今日の、何何歩いてきただけやでそこ、あそう信じられん距離こんな短い距離、この距離だけ、チョロ級であんな距離めちゃめちゃチョロい距離歩いてきたもん、しんどい、しんどいよ、しんどいかお前、いや俺それに比べてさ、はあ、コント師どもはさ、おい、あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ、休むようちゃうねんあれなめとんだあれ、おい、むちゃくちゃやん、どうしたお前、おい、しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん、受けへんけどな一つも受けへんけどさ、もうありえへんやん、どうしてお前、おずっと楽しとんねん、おい、楽から生まれる笑いなんかないのに、どう尖ってんのお前、おい、なんやねんあれお前、えコント師ってめちゃめちゃ大変やで、大変か、めっちゃ大変よ、そう、あれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんでお前おう、そうなん、めっちゃ大変やで、いろいろせなあかんの、そうよ、まあまあ、じゃあコント師はさ、うん、100歩譲って許すねんけど、偉そうやの、問題はよ、うん、あの落語家どもよ、おいおいお前、おいおい、あかんやろあれ、おい、まあ、出てきてさ、 お客さんの前でさ、 お金払ってんねんで、おなんかいきなり座ってさ、おいおい、大昔に誰かがやったネタやるやろ、おいお前、おいあり、おい、舐めすぎやろあれ、ちょっと、え小林、何ちょっとお前どうしたお前、どうした、こっちの、こっちのセリフや、お前はどうした、落語家は、うん、舐めとんの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 ってやっぱ3桁年前のネタしとるからな何百年やってんねん、同じネタどんだけこすんねんお前、もう丸なってるよお前、そうや、丸やで、玉やろあんなもん、玉見せてるだけだよ、玉見せてるだけあんなもん、なあ、でなんやネタの途中熱なったか知らんけどさ、うん、ジャンバー脱ぐやろあいつらあお前落語家のアウターのことジャンバーアウターって言ってんのお前ちゃうよなあ、あれ暑いんやったら来てくれよな、あんなシアでほんまに、で暑いからすぐあれやろ、なんやうちわで会うやろ、会うよね、あれむちゃむちゃしょんであいつらは、いやでもさ俺はもうこうやってさずっと漫才続けてたらさ、うん、もう足腰弱すと思うよ、大丈夫やって、いやもう立ってられんくなると思うねん、いけるってお前、いや今はまだ若いからいけんねん、30代やけどな俺ら、うん、もっと年取ってさ50、60になってきたらさ、うもう立ってられへんよ、大丈夫やってお前、え知ってるかお前、何、いとこい先生、いとこい先生、いとしこい先生、あの人らもう死ぬ間際前ネタしてあってんで、あそうそうよ、最後なんかお前楽屋何2丁のピストル入ってきたな思って腰曲がりすぎて、こんなんだ2丁拳銃入ってきたもん、ね、入ってきたマイクの前行ったらバチンってなる、バチンなのかあれ、めちゃめちゃかっこいい、すごいな、めちゃめちゃかっこいいあの人だ、そうよ、いやでもさもう今のうちにさ、うん、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ、いやお前な、そういや落語ってな、楽じゃないねん、楽じゃないのあれ、あ知ってるかお前、そば食わんといかんねん、いやそばぐらい食うたらええやん、できんのかお前、誰でもできる、やってみよう、ほら、うん、ほら、おい簡単やん、こんなん見てみよお前、マックシェイク飲んでろうてんけそれ、おいマックシェイクの音や、それマックシェイクの音してるこれ、江戸にマックシェイクがあるかいってバーン殴られんのお前マジで一番痛いとこ殴られる、一番痛い、正中線、正中線どんづきお前バチン行かれるのお前、それは嫌やな、せやで、そうか、でもあれよ、え正座しちゃんといかんねん、いやあれ正座してんのあれ、何や思ってお前、掘りごたつじゃないの、えぐれてないねんかあそうね、師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前あずっと楽してんや思ってた、めっちゃ座らなあかんのよ、正座してはんのか、でお前師匠の要求バチッと答えなあかんで、要求答えなあかん、ね、師匠と歩いてて、うん、おいおいハゲノスケ、ハゲノスケお前、おいハゲノスケっていうのは俺でええんやな、お前、あそうやな、これや、えこれなんすか、これや、あプリクラですか、小顔ピースちゃうのお前、おいそんなおもろい師匠おらんのお前、えハゲノスケあと5秒や、早く小顔ピースせなっておらんの、おいじゃない一生ついてくわそんな師匠違うんだ、せやで、はい、タバコ、タバコや、タバコタバコや、あとあるよ街歩いててもん、おいハゲノスケお前、軍閥の樽やないけおい、軍閥の樽、おいごっくんボディや、おい下品な言葉、おいおい言葉を仕事にしてる人とは思われへんおい、ハゲノスケ早く早く、なんすか、タマスダレや、タマスダレ、何にするんですか、タマナンパやんけお前、タマスダレってナンパするんですか、ナンパ道具やろあれ、ナンパ道具、どうやってすんの、あの女の好きなもん作んねやろあれ、ああそうか、あれでタピオカとか作ったやん、いやエグザイルとか作ったら一撃やろ一撃釣れんのか、バカもんやでお前、え
バカモン。バカモンボーンやで。ボン、ま、正中線。あ、五段付きはドン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 。正中線。死んでまうぞ。それは嫌やな。大変よ落語家。落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんかな、そもそも。そうか、昔のネタで受けなあかんの。無理やろ俺ら。めちゃめちゃすごいやから。それはきついな。せやで。じゃあまあ漫才師でいいんかな。漫才師やっぱり。でも俺な、どうしても座りたいんよ。なんやねんお前。もう楽したって。なんじゃこいつは。じゃあもうあれでよか。なんでか。座り漫才日本一決定戦の。ほう。ザ漫才出ましょうか。お後よろしいんちゃいまっかの。ありがとうございます。モーマン対ボビン。おお、ミシンでいきましたか。ミシンじゃないんだね。ボビンでいくんやね。ミシンでいくかなと思いましたけど。あのネーミングが未だに好きで。ボビンね。ボビン。ボビンケースもな。ボビンケース。ボビンケースでボビー覚えたからね。いい結局使いこなされんでおなじみですからね、ミシンは。使いこなされん。ねえ、始まりました。キンドーバットモーマンタイでございます。はい、ねえ、帰ってきましたね、懐かしいスタジオに。懐かしのヤニスタに。安心感があるね。ヤニスタに帰ってきましたよ。ありがとうございます。巻きっきやからね。これ、木の黄色さじゃないですからね。白樺でできてきましたね、この壁は。ヤニで、ヤニで黄色くなっちゃいまして。ありがとうございます。どうしたんですか、どうせミスった。一体何回過ちを繰り返すんですか、この失敗。あ、TP、この過ち何回繰り返すんですか。学ばんねんな、人間って学ばへんよな。まあ過去を振り返らないという意味ではいいのかもしれないですね。まあ、過去から学ばやつはアホとは言いますけどね。まあまあ確かにそうですね。この手もあるんです。おお、キキから揚げですございますよ。キキから揚げ、はい、目隠しした状態で5種類の唐揚げを食べて大好きなデリカチャオの唐揚げがどれか当てましょう。デリカチャオの唐揚げあるんですか。大宮行ってきたんですか。わざわざ。いやこれ当てなあかんよ。あっこのおばちゃんに ここで好感度稼がんと。ああそうやな。めちゃくちゃ嫌われてもな、お前。いや謝罪こそしたよ。うん、まあ謝罪はしたよな。でおばちゃんもええよええよって、頑張へんよっていつも来てくれてありがとう言って、行くたびにやっぱ奥からちょっとこっち見てくれて、いつもありがとうみたいな言うてくれはんねんけど、目は笑ってないね。まあまあ大人の対応やな。いやこれ絶対当てたいね。デリカチャオの唐揚げ、はい、めっちゃ食ってるからな。むっちゃ食ってるよな。梅じそも当てれるよな、デリカチャオの梅じそも。あれはまあでもあんま似たもんがないんちゃう。梅じそがないんか。全然やっていきましょうよ。あ、ピタリと当てたるよ。食べるとかもいいですね。いやいや何回食った思ってるんですか、うん、やってやりますよ。ピタリ当てて震え上がらしたろ。どれだけ俺らがデリ振ってるみたいな、やば。俺七地に向かって行ってんのか。はい、行きますよ、せーの。あ、違います。全然違う、美味しい、美味しくはあります、うん、あ、食ったことあるそう、これ。え、それ当てれる。あ、違うか、今、うん、これが1番目です。これ美味しいですね。でもちゃいますわ、うどんが、うん、うん、ちょっと待って、これいっぱい唐揚げ食べれるってこと。僕は食えるみたいな。うわ、うん、じゃあ2つ目いきます。フォークに刺さってる状態。これ違います。あー違います、うん、個性あるな。やっぱ生姜ってうまいね、うんうん、なんかこれちょっと食ったことある気するな。これ竜田揚げよりやな、これは、うん、米欲しい。これ米いきたいな。煮込みはちょっとマヨネーズかけてもいいね、この感じ、うん、水がこの辺にあったはずやね。ここです、ここです。 ありがとうございます。びっくりした、今俺口の位置忘れたわ。いや楽勝やな、これ。うん、うん、俺1個目の方が好みやったな。
2個目やるよ。デリカチャオ、これや、デリカチャオ、これや、絶対デリカチャオ、これです、絶対デリカチャオ、これこれです、絶対にこれうますぎる、これや、いやマジでやっぱうまいな、うん、こんな米、もうだって俺付け合わせのひじきとか出てるもん、うん、マカロニサラダが、これじゃなかったらこの店めっちゃ行く、うん、米行きたいもんな、もうこれ食って、わしあの付け合わせのスパゲティとか一緒に食って米行くね、絶対これや、あこれや、何やん、いやこれやけどな、うますぎるもんな、これ比べてもうまいんやな、やっぱ、うん、いやひじきとかに合わせやすいねこれ、あの付け合わせ、あのわかめのやつがあるやん、うん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 、うわ違うな全然、うん、あ一個目に似てるな、いやこれ2個目に似てる、1個目に似てる、生姜が効いて、やっぱ生姜って効かせんねんな、みんな、うん、あ、めっちゃ生姜やな、なこれ食ったことないやつやな、さあ、もうじゃんじゃん持ってきて、もう、はい、もう消化試合なんだから、あ、何これ美味しいな、結構好きです、うまっ、なんか美味しいな、これ何1つ目めっちゃ美味しいな、うん、うまっ、何これ、3、5、4、1、2の順でえ、俺3、5、1、2、4やな、あー、4最下位か、うん、これめっちゃ美味しいやん、5うまっ、うん、5どこやろ、これこれ美味しいな、なんかちょっとカレーっぽい、カレーじゃないんやけど、うん、うん、米に合いそうな、米に合うな絶対これは、うわうまっ、美味しいね、こんな一気に唐揚げ食うことないよな、うん、米なしで、米なしで、うん、プレーンで唐揚げのみで、もったいなく、レンチャンで5行くことないなこれ3以外やったら終わりっすよ俺ら、いや絶対ない、ない、絶対3、絶対3よな、絶対に3、間違いないよな、これ3以外やったら運営側のミス、うん、やっぱ副菜が全部浮かんだからな周りの、あの下に引いてるキャベツまで出てきたわし3で3、3ですよ、3です、 3以外ありえないでしょデリカちゃん、ほらね、ほら簡単すぎんねん、これは簡単すぎるって、これは簡単すぎんねん、愛してんねんから俺はデリカちゃんを、ちゃんとうまいんやな、やっぱこれが、あ、デリカチャオ、デリカチャオ、デリカチャオの唐揚げ1食ったことある気すねんな、あーいや分からんな、うまいねんけど1個ずつやりたいな、言いますよ、じゃあ、え、唐よし、唐よし食ったことないな、大栄、大栄、ほうほう、日光醤油唐揚げ、あ、知らん、セブンイレブン、7チキ、7チキ、7チキどっちかじゃないか、セブン入れ1か5やぞ、とどうや、ちょっと待ってくれ、ちょっともう遠い昔すぎる、え、2じゃない、いや、2じゃない、2じゃない、2じゃない1、1か、1やな、多分1がセブンイレブンや、嘘、そうかな、多分そう、え、ちょっといい、セブンイレブンの唐揚げってお前何や、もう2やと思う、あ、これ1、1が何かってこと、うん、それ俺セブン入れやと思う、それは他のが分からんからな、セブン入れ以外やとは思う、セブン入れ以外、うん、俺セブン入れ、せーの、からよしかい、からよしからよしかよ、からよし食ったことない大阪にあんのか、からよし食ったことない、これからよし、からよし、からよし美味しいな、うん、うんうん、美味しい、美味しい、セブンイレブンの唐揚げですか、唐揚げ串、唐揚げ串、串、じゃあ合格式や、え、生姜効いてたの、そんな、なんか生姜のイメージあったけど違うかな、ファミマかな、あれ、いや、唐揚げ串、あ、でも唐揚げ串確かにちょっと生姜効いたわ、うん、そうやわ、日本橋アップスでよく食ってたな、インディーズライブの時裏セブンイレやから食ってた、食ってた、うん、あれとメロンソーダ飲んでたな、セブンイレしか売ってないから、うん、ファンタメロン、
え、どっちやもん。じゃあ2位がセブンイレブン。いきますよ、せーの。おお、すごい、うわすごい、セブンイレブン。え、あと何でしたっけ。日光醤油唐揚げ、まあ、これ専門店、うん、とダイエー。日光醤油唐揚げじゃあ専門店やもんな。なあ、これ5ダイエーやったらビビんな。ビビんな。で、4が日光やったらちょっと舐めてんな。舐めすぎよな。一気にいきますか。いきましょう。日光ダイエー、うん、せーの、トン。あ、日光とダイエーです。イエー、さすが専門店。おらほうやな。いや、日光だいぶうまいな。だいぶうまかったこれ。だいぶうまい。でも3やな、やっぱ。うん、これが日光、これがダイエー。でかいな。でかいな、ダイエー。ちょっと待って、日光もう一回行きたいな。うん、あ、うまい、うまい、うん、日光うまいな、うん、こんなんあんねや。どこに、どこで買えるんや、これ。日光醤油唐揚げって専門店であるんですか。専門店の、そう、名前、昭和さん、大宮の昭和さんというところ。へぇ、お弁当屋じゃなくて。弁当じゃないですね。1と5が唐揚げの店みたいな。うん、なるほどなるほど。1がスカイラークのお店。はぁ、あ、美味しいね、でも。ちょ、これありますけど。うわぁ、ほら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 。これ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 。スパサラひじきバージョン。これね、めっちゃ合うのよな、これ。おっつすっちゃわ。ちょっといいですか。ガツビいかしてもらいますわ。あ、うまっ。うん、これこれ、うん、これよ。すごいな。うん、これね、これで。もう一回汚ったな、これ。なんで俺手でいったの。今ウェットティッシュで拭いて、なんで手でいったの。んで、スパサラよ。うまい。うん、あ、うまいわ。うん、すっちゃわ。あぶね、やっぱりこれやな。うん、いや、うま。デリカちゃん最高やな。マジで。梅じそ行きてぇな。簡単すぎたな。これ梅じそ欲しいな。うまいね。梅じそも行きたいね、これ。どっちも食わんとピースまへんねんな。なんか異常にうまいよな。これ持ってんのか。あ、腹いっぱいなってきた。めっちゃ唐揚げ食ってるな。何個食うたんや、今。わかんない。普通ぐらい食ってる。でもこれやな、やっぱり。え、これ食っていい？特徴があるんですか？なんか、うまいんですか？特徴があるのか？なんか、ちょうどいいんですよ。ほんまにめっちゃちょうどいいんですよ。あ、絶対こっちは。この辺のコンボ行くんやったら。うますぎるな。この辺のコンボな。コンボ。合わせて感とパサラとか。あの、わかめにシーチキンあえたやつもあるんですけど、副菜で。あれマジで当たるよな。うまいよな。やっぱおもろいぐらいダイエー誰も手つけへん。別にうまかったけどな。ちょっと嫌やったな、生姜が。生姜ちょっとあんま振ってないのにな。いや、すごいな。いや、うまいっすよ、ほんまに。舐めてたな。いや、ちょろいもんですよ。ねえ、おめでとうございます。ありがとうございます。略称です。こっちがレフ。カメラマンじゃないよね。カメラマンでええのにな。
なんか一個ずれるよな。ねえ、始まりました。どうも、金属バットのモンマタでございます。はい、やった。ねえ、おめでとうございます。新宿のタバコの吸えるとこです。やった。やりました。引き続きありがとうございます。ねえ、いや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 、うるう年ですからね、今年はね。は、火つけたのかなこれ。もう燃やしていいんちゃうけど。いけるの？小林。いけるな。つくね。お線香みたいな。モーマンタイ線香。おお。浴びとこ。かしくなるで。いやー、思いつく限りの悪行ねえ、ありがとうございます。ウルウ年なんで、燃やして捨てる。3月6日は何の日ですか？3月6日はひな祭りの3月6日はひな祭り、3月7日もひな祭り。おばさん、ハッピーバースデーですね。ハッピーバースデーとでも申しましょうか。3月9日ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。もうええって、もうええって、もうこれもう毎年ええって。毎回買い直してんの。もうええってこれ毎年。何年やんねんこれ。これ去年もここでやらかったか。同じやつなのか毎回買ってるのかが。去年もやった気すんぞ。ここここ見たぞ、これ見たって、見たって。ボールペンな、ペン先やろ。やったってこれ確か、ペン先やんっていうの。やったって、もう見たって。ボールペンの先っぽアップにしたやつやんこれなあ。ペン先やね。モニターがついてる、パワーアップしてる。お前も機能が上がってんねんな。このボケやってないよなまだ。面白くないから やらんでいい。面白くないからやらんではいい。なんでやってないかって言ったら面白くないからや。理由があるね。何でも思いつくけどやってないってことは、うん、ちょっと得てこれ毎年。思んないってこれ、ね、需要がないって TP。 これは今年で廃止します。 なんで今やめれんねんって。今やめれる、まだ脱ぐだけやもん。何を毎年これ。小林さんの好きなものを作ろうと思います。好きなもの、ワルキューレルーン。バイクのね。マジかよ。いや、踏み出したら、ね、作れる？何年かかんねんあれ。龍神ジャパン行かの売ってないで。俺オイル交換しかできんねんバイク。一番好きな甘いものは何ですか？一番好きな甘いもの？おぎりやで。まあ愛人ですかね。もう一個、ダメですか？もう一個ちょ、もう一個、ダメですか？もう一個、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 もう一回 TV 振って。一番好きな甘いものは何ですか？甘いもの、まあ、妖精の右腕ですかね。もう一個いけるか？もう一個、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 もう一個いける。一番好きな甘いものは何ですか？私の、うん、親指爪ですね。キャラなんなお前ずっと。私とかなんなん。どういうキャラで入ってるの。甘いもの博士やんけ。甘いもの博士やんけ。誕生日やからね。大好物、はい、モンブランを作りました。あ、モンブランか。大好物やったんか。ケーキの中では一番かな、うん、あ、ほんま、なんでそんなの。作りましょうよ。イエーイ、やった。いや、回収すんの？小林につけときじゃん。色変え、色変えてみる。赤赤かな。赤か。何が食べるときは青にしましょう。食べるとき、食べるときは銀にしましょう。モンブラン作れねえね。モンブランってこんな、モンブラン作ろうなんか思ったことあるよ。思ったことないな。なあ、味確かめたいな。このクリームが確かか、ちょっと一回眠らしてください。すいません、申し訳ない。一回眠らしてください。こう夢やもんな。わしに眠らしてください。かまへんでか。おお。ああ。わ、もう今日殺してくれ。うまい。生クリームうまいよな。うまいな。もうこれでいけんちゃうか。ちょっともうスピーカー手やらして殺してくれ。わしを殺してくれ。モンブランが好きってこれが好きってことやな俺多分。あ、そうかも結局は。よう
うわ、どう、うわ、キモい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 、うわ、キモい。どう？ちょっと待って、口開けて。もうここで、ドクボンぐらいいけるやんけ。どう？これでよかったんや。こんなんいらんかった。俺、だって、ないない、別に、生地好きじゃないもん。そうよな。生地フューチャーしたことないもんな。うんうんうん。あ、これはいいわ。お前、下、どういうこと、どういうこと、下、モンブラン、モンブラン、僕、ああ、もったいない。バフンみたいな出てきたぞ。モンブランって下爆破するんだよ。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。破れたんや。よかった、俺んちで。俺んちでよかったな。お前んちやった、お邪魔してます。よかったな。すみません、ありがとうございます。いやいやいや、これで足りたやん。できました。いや、最高やん、これ。なあ、幸せすぎるな。生クリームやな、やっぱ。生クリームやな、結局。旨味って。サイスソやな。サイスソなんやな。料理の六大。ここにおんねん。サイスソな。サイスソな。普通にクリク打てるやん。ああ、クリクリームうまいじゃん、うまい。モンブランよりうまいまである。え、クリクリーム？クリクリーム。クリクリームか。クリームクリ。刺さらん、刺さらん。もう指使いや。あんた忘れてるけど。え？指って。ある？あんねんで。うわ、サラクリームやん。サラクリーム、サラクリームマン。何も出んかった。ブライトマンにはかからんかったな。あ、もっと言った方がいいよ、お前。誕生日やねんから。マジかよ、おい。お前、ここにこれもかけたら、本物のモンブランやん。はやで。AV 女優の？行く行け。なんでなんで。AV 女優の方な。モンブランなんて。それ君モンブランやんお前。マズラエロね。マズラエロのそっくりさんのモンブランですか。マズラエロそっくりさんやったっけ。ええー、そうだよ。まあ。これや。ちょっと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 ちょい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 。味噌やん。だけや味噌出てきたやん。味噌合わせ味噌ですやん。なんで出てくんねん。ね、うーわ、うーおどうすげえな今日唐揚げ食ってクリーム食って、うん、明日死ぬんじゃん俺。でっかいニキビなってんじゃん俺起きたら。そうじゃなくて。何ですか？こっちに行って。これをこっちにってこと？その味噌を味噌って言ってるじゃん。一回チューブに入れてチューブからやってほしかったっすけど。え、このクリームをここに入れてってことですか？何でもいいです。何でもいいだ黙っとけや。ハイザラ持ってこい。お前最高やんけ。お前あお前それはそうやわな。ちょっとこれだけ味見てみるわ。あ、美味しくない。嘘や。俺嫌いやわやっぱり。なんで。あ、お前そうか、クリバカにしてたな。クリなんかな。クリームないと食われねえから。クリームのせのために生まれた果物だね、クリは。え、これだ、これ、これや、これやわ、やっぱり。これが本物のモンブランや、小林。あーお前、割れんねや。嫌なんや。俺を否定するか、クリが。これ二度漬け OK？ 二度漬け OK？ うん。うめえ、うめえな。うまいな。うめえわ。もう絶対これやん。俺見つけたわ、正解。あ、お前そっちこれやわ。お前絶対これ。やまねえねもんな。これや、これ、これで、おばあちゃん、おばあちゃん、これでこうや。お前お前ってやつだよ。絶対にこれやわ。オレオやん。うーわ。うーわ。生クリームバーガー。あ、最高やわ、ごめん。お前なくなったやんけ、ビスケット。生クリームバーガー。どういう手の動きが気になるわ。生クリームバーガー。これ最高やわ、小林。でも二口目からはクリームが一切ほら全部出るから。そうか、圧力に負けんのか。うん、うん、最高やん。追加された。うわわわ、嬉しい。それはやりたいな。バリ取り、バリ取りするぜ、小林。バリ取りできるぞ。バリがうまいね。最高やんけ、うまっ。それはやりたいな。あ、これでええな、毎年。うん、うん、こんな毎日で来てるもんな、完全に。これも一個か、じゃあ。お前、そうやな。
ちょっとでいいな。そっちに生クリーム入れたかったな。ブイーンって出る。ああ、ほんまやな。なあ、腸詰めみたいで。これやな。本物のモンブランです。本物のモンブランはこれや。本物のモンブランいただきました。うん、明日じゃあ同じ時間来てください。本物のモンブラン食べさせてあげますよ。これで出てきたブチーバラユーザーが。さすがのユーザー。なんだこのゲビ試しは。よし、ちょっとこれ合わせてみるわ。少量やったらいけるやろ。うん、あ、少量はうまいな。うん。何がそんな嫌いなんか意味わからんけどな。じゃあ栗みたいなもんがな、ケーキずらすんだっていう話やね。お茶から言わしてもらうとな。C の問題な。うん、そうやね。もうこれやわ。これがモンブランや。これがモンブランや。これこれや。わいが食べてたモンブランはこれや。それは騙されてんねん。幼少期に騙されてんねん。それはそれに比べてここにあるモンブランはゴミや。ハゲがよ。うまモンブラン美味しいですね。いいですね。久々に親に見られたくないなと思ったわ。いや、栗うまっ。栗な、栗なんか食うことないからな。栗高いからな。栗高いね。栗って高いよな。高い。なんであなたがよな、栗みたいなもんが。あー、うまい。これやわ。これもモンブランや。これもモンブランや、小林。全部モンブランやな。全部モンブランや。こんなもん。こんなもん、何しろモンブランや、もう。コーヒー買ってきますよ。ホットなんてある。あ、そういうことか。うん。大丈夫です、大丈夫。これがモンブランやな。これがモンブランや。1位のモンブラン。1位のモンブランやな。これは。これやった。これもモンブラン。俺誕生日から作ったるわ。これのモンブラン。これ俺が考えうるモンブラン。お前やったこれ。バーガースタイルじゃないの。バーガースタイルじゃない。バーガースタイルは違うかった。あれはバーガーや。これモンブランやぞ。マジで。俺1個正解やと思うわ。これモンブラン、マジモンブラン。どう？ロブションのモンブラン。これぞモンブランや。これがロブション。これはモンブランやぞ、小林。うまっ。うまっ。もう何かしらの法律に違反してるんで捕まえてくださいよ。うん、私待ってますわ、ここで。もう逮捕してください。もうええですわ、これで捕まるんやったら。かまへんわ。なんかちょっとトリップしてきたな。うん、もうすごいよな。すごいいっぱい色が見えるもんな。うん、生きるって楽しいな。うまっ。今日めっちゃ滑るんちゃうな。こんなことしてたら。今日夜からルミネやけど。うん、負けんちゃうセカンドも。そこまで引きずる。結構まだよ。幸せすぎるこれ。モンブラン美味しいな。うん、なんて汚いんだ君とモンブランは。あのソフトクリームのミックスみたいに出したいな。ああ、お前それはほんまにそうやわ。ま、無理やけど。ちょっと行く。あ、これどうしたらいいんや。あ、そうか、2個持ってこうしたらいい。そうや、先生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 。どうなってんねんお前。おい、味噌やねんもう。上ではバコーンって抜いてギュッて絞って。バコーンって抜くか。
こうか。バゴ抜きして。バゴ抜きして。もうちょいバゴったらいいんちゃう。おお、ナイスナイス。で、汚れるのは厭わず。もう汚れはしょうがない。セット完了。よし。え、これをしたやろ今。お前。え、どうしたやろ。で、こうギューじゃない。ギューの土台がいるやろ。ここあ、そう、まあビスケットやな。モンブランといえば。いけん。ああ、ちょっとその粘度が違うわ。ほら、粘度が違うねん。粘度が違うねん。粘度が違うね。片方だけブリブリ出てる。片方だけブリブリ出てるで、小林。粘度が。これでも一緒やんけ、じゃあさっき。もう。ちょっと待って、これ切って。ああ、モンブランが。これ切って、モンブラン入れたら。ミックスモンブラン。ミックスモンブランや。これどうやろう。大きいでございます。いえ、これ切って こんなもんもう邪魔や、上なんか。それを切って、もう中にモンブランを掘り込むよ。うんうんうん、モンブランもうこっちで掘り込んだら早いね。お前天才すぎる。お前ここに来て天才すぎる。お前は戦いの中で戦いを覚えるタイプやった。これをこれで、で、ぐちゃぐちゃんね、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 ぐちゃんね。パティシエの下積みもこんなんなんやろな。全く一緒やろ。みんなフランスでこれやってんだよ。ああ、お前危ないぞ、漏れてるぞ。え、下から。あ、お前調教済みやないか。きっしょいの、わしきっしょいの。ちょやろ。お、来た。おー、ナイス。よし。よし、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。究極のモンブランや。超級団や。何や。あ、究極のモンブランや。うわ、超巨大や。なんで出てくんねん。うまっ。うわー、あー幸せ。いいな。あー幸せ。あー、お気に。ありがとうございます。あー、めっちゃ幸せやん、これ。あー、嬉しい。あー、いやちょっと灰皿いただいていいですか。いや最高やん。幸せは作れるんやな。なあ、ありがとうございます。歩いてくるもんじゃないねん、言うてたわ、水前寺も。チーターも言ってたよ、幸せは歩いてくるもんじゃない言うて、絞り出せって言ってたわ。混ぜて絞り出せって言ってたわ。いやいや、ちょっと一服しよう、これは。これは、成し遂げたな。たどり着いたわ。これ成し遂げたな。おいくつになられたんですか。38です。やっと大人の男や。38からやからな、男は。37なんかクソガキの童貞やからな。クソガキ童貞よ、37なんか。38からか。38から、やっと一人前の男。うまっ、成し遂げた。これ2000回再生はあるな。この料理、この料理2000回再生は硬い。主婦層に刺さるな。刺さる。番組から誕生日プレゼントも用意しています。究極のモンブラン。ありがとうございます。何でしょうか。あなた何いただいたんですか。お、チュンリーや。チュンリーステージにおる人や。チュンリーステージにおる人はチュンリーや。おぉ、チュンリーやんけ。そうそう、チュンリーや。百列客のありがとうございます。モーションティオフィシャル。モーマンタイの。あ、モーマンタイオフィシャル T シャツじゃないぞ。攻めすぎやろ。はい、ありがとうございます。
いやー準備切るか。おお。エロかったですか。ちょっと君かぶっといてね。何や今の。何や今の。クマのプーさんみたいなこと言うやってお前。いやー全部脱ぐやほんまに、ほんまに全部脱ぐや。どうも金属バットです。お願いします。こんにちは。さあ、はいよ。俺らさ、うん、もうどっからどう見ても漫才師やん。漫才師よ。この見た目は漫才師がありえんからね。もう何の色もないやん。ああ、漫才師ですわ。何の色もないっすよ。漫才師ってさ、うん、立ち仕事やん。まあ、ざっくり言うとね、いつも職場で立ってるからね、うん、俺ら。もう立ち仕事の接客業やんか。ちょっとざっくり言い過ぎやなお前。飲食のホールやなんやからわしら。いやもうきっつい仕事やんこれ。めちゃめちゃ楽よこれ。いやもう腰言わしまえんこんなん。言わすかい。いやそれに比べてさ、うん、コント師どもはさ、え、あいつらすぐ舞台に椅子持ってきて座りよるやろ。休みはちゃうであれお前。でコントして最悪さ、はあ、コント睡眠って言うたら寝てええんやろ。ウケへんけどなお前。おい、寝たかって誰が笑うねんなお前。あれ楽しとんねんあいつら。楽してへんよお前。楽から生まれる笑いはないのにさ、変な尖り方してるんけお前。おい楽してんねん。楽してへんねんお前。してるよ。コント師さんって大変よ。そう、あの人ね、おっきい荷物持ってお前走り回らんといかんねんから。ええ、そうよ。運送業やん。ざっくり言うなってお前。それはきついな。大変よわしらに。要請すごい仕事よあれは。いやまあコント師はまあわかるわ。はあ、問題はよ。何がいな。あの落語家どもおいお前。おい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 、あいつらさ舞台出てきてさ、 お客さん金払ってんやで。おそこにベーン座ってさ。おいちょっとお前、おい、大昔に誰かが作ったネタや。おいちょお前、おいちょ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 いお前、おいおいお前、おい蹴ったのか。おい蹴んなお前。おいお前な、うん、落語家はな、うん、あれちょっと舐めとんな。あれはちょっと舐めてんな。舐めてんの。そうやね、結局なあ、あの座んのは構えへんねや。あ、そう。あ、せやかてない。ネタ中さ、熱なったか知らんけど、うん、急にジャンバー脱ぐやろあの人ら。落語家のアウターのことジャンバー言うの。アウター言うてんのかいなお前。熱いんやったら来てくないよなあんなもん。あれ楽しとんねんあいつら。楽はなしてへんねんで。楽から生まれる笑いはないのに。やめよお前もそれ。その尖り方ようないぞお前。そう、落語家さんは楽なんかしてへんねん。や、楽やん。あんなしてへんよお前。だって落語家ってさ、うん、座って喋るだけやで。ざっくり言うなって。あのテレアポや。テレアポ言うなお前。おい、それに比べてお前、俺ら漫才師はさ、ああ立ち続けなあかんねん。基本立ちですからね。仕事内容がもう縄文杉と一緒。何と一緒にしてんねんお前。おい一緒やん。全然ちゃうわお前。縄文杉してる。何あいつ。あれやで、うん、4桁年生きて、うん、ボケゼロやなあいつ。いやいやボケあるわあいつ。ないわお前。何年生きてんねんってボケあんねん。ボケちゃうねんあれ。あれおもろいから嘆きしてんちゃうねんお前。そうよあんた。いやきつさは一緒やって。全然ちゃうよお前。だって漫才師ってさ、はあ、腰曲がったらでけへんねんで。できんねやお前。いやこれどうやってさ、これで知らんのんけ。おい、え、お前糸恋先生知らんのんけ。糸し恋師匠知ってるっしょ。知ってるよ。あの人らお前後半腰ベコレ倒してお前2丁のピストルみたいになってんねお前。師匠をピストルに例えんなお前。犯人な。あれはバールや。釘抜きみたいに言うなお前。もうあうがなあない腰ベコったかってお前。漫才して爆笑取れんねん。息長い仕事よ。いや俺もう腰は曲がりたくないんよ。かまへんがな曲がったかって。だからさもう完全に腰曲がりきる前にさ、はあ、もう漫才師なんかやめてもうてさ、え、ジャンバー着てテレアポする仕事しようぜ。ざっくり言うなってお前。落語家さんって言えよお前。落語家さん。そうよ。ないのお前ジャンバー着てテレアポするって、うん、青空テレアポやなかんなもんお前。青空テレアポってない。いや、ええからそれは構えへんがな。ええねんええねんお前。何そうよお前。であれよ、落語ってバリムズンよ。え、簡単やんな。おできんのかいな。誰でもできる。おもろいなお前。ほなそば食うてみんや。そばぐらい食うたんや。やるやるよお前。ほら見てみよお前。シェイク飲んでろてやないか。シェイク飲んでろ。シェイク飲んでろてお前。江戸にシェイクがあるかって画面バチンかねんだよあんた。顔だけはいかれたくない。顔だけ顔面でしょ。俺は顔だけで勝負してるからな。そうだよ、うん、僕たちってワーキャー系漫才師なんだもんね、うん、まあワーキャッチのは悲鳴の方でっけどな。青空テレアポってね。構えへんがなそれは。ええがな。わしの傷口で遊ぶなお前。何やったあれ。で大変よお前ラゴさんってあれ座ってる言うたかて、うん、あの人ら正座よ。あ正座してんのあれ。上何してる思った。掘りごたつや思ってた。床えぐれてないねお前。そうよ。あそう。あでお前あれよ、ラゴカさんって、うん、あれ大昔に誰かが作ったアリネタで、うん、大爆笑取らなあかんねん。大爆笑取らなあかんねん。そうよ。いやお笑い芸人やないんやから。お笑い芸人なんじゃあれが。おいお笑い芸人しそうじゃあれが。そうなん。そうよお前。何や思っててん。日本の宝やと思ってた。遅いぞ今さら。おいそつけお前。マジで思ってた。お前テレアポイ打てないでお前。いやこれほんまマジで思ってた。嘘つけってお前。おいすごい崇高な仕事やねん。わしらには容赦んよ。そうか。ああじゃあやっぱ漫才師の方がええか。まあ、漫才師この世で一番楽よ。でも俺どうしても座りたいよな。あんた漫才師は立ち仕事、座ることはできまへんで。ほなこうしまひょ。おいなんでっか。今後は漫才に
腰を据えることにいたします。ういういわてよろしいんちゃいますかの。どうも金属バットです。お願いします。じゃあいやいやいや、いやちょっとさ、はいはい、2060年の9月4日なんやけど、40年後、うん、はあ、空いてる？なんかあんのお前俺もう自分の葬式予約してもうてさ、ちょ気早いんちゃうかあんた。いや早割ってのですごいお得やったよな。えそんなんあんねや、うん、ごっつお得な。お得やねあれ、ワンドリンク無料なんよ。お得なそれ。そうよ、な開けといてほしいね。絶対来てほしいよ。うん、なんかあんねや、うん、なんでや、うん、俺その葬式の当日にさ、うん、お前に相方として頼みたいことがあんのよ。おい、うん、何でも言ってくれや。あ、いい、何でもやるよ俺全力で。いいか、うん、あの坊さんのスクーターをさ、うん、中金切られへんように見張っといてほしいよな。悪いってお前、おいお前しかおらんねん。なんぼでもおるやろお前。頼むマジで。悪いって。え、坊さんなんか電車で来させや。いや坊さんはスクーターなんよ。いらんってそんなこだわり。頼むわ。汚いな。じゃあ分かった、代わりにさ、はあ、俺の戒名を決めてよ。うわマジで、うん、戒名決めていいの？ええよええよ。やった。俺もう葬儀屋さんと話し合って、はあ、3つ候補用意してるから、はあはあ、もう選んじゃって。あ、選んでみたいなこと、うん、何3つ候補って？ジャングルマン X か、はあ、ミラクルボディ V か、おい、ライフガードないけど。みんなパワージュースやないけお前。え、お前なんで自分の死体にチェリオのジュースみたいな名前つけんねん。ジャングルマン X がええかな。全部一緒じゃんあれお前。味も見た目も一緒やねんから。そうか、決める意味ないやんけ。じゃあさ、うん、あの俺の死体をさ、うん、火葬場まで運んでほしいんよ。うわ、俺霊柩車乗っていいねや、ラッキー。あ、ごめんごめん、霊柩車じゃないねん。え、ほんな軽トラ？バイクなんやけど。引きずんの俺。いや引きずら引きずら。何何。なんかな、俺死んだらさ、はあ、単車になるらしいから。え？俺を運転して行ってほしい。何言ってんのお前、全然意味わからん。え？え、お前死んだら単車なんの？単車なんねんって。どういうこと？いや葬儀屋さんが言ってはったんよ。え、単車なんどういうこと？お前の腹にタイヤついて俺が背中にまたがるみたいなこと？あ、ちゃちゃちゃ、俺の背中にタイヤついて、はあ、仰向けやねん。向かい合うの俺。そうそうそう。で、注意してほしいんやけど。何？手にいたスピード出まくんねんけど、はあ、60キロ超えたら目開くらしい。怖いってお前。俺だけ。嫌やってそんな。え？そんなとこ坊さんに見られたらめっちゃ怒られんちゃうの？いや怒らへん怒らへん。なんでやねん。なんかもうこれ仏教用語であるらしいんよ。死んだ単車なの仏教用語であんの？あんねんって。なんて言うの？自動二輪で転生って言う。ないってそんな。言うてはった。ダジャレやないか、そんなもん。葬儀屋さんが言うてはったの？怪しいな、自動二輪で転生っすよ、それ間違いないっすよ。おい、おい、ちょ、キャンセルせえ、これ。いや、キャンセル料が高いんよ。おいくら万円？現代で言う、諭吉10枚分。10万もすんの？そうやね、あれ。現代で言うってどういうこと？未来で言う、鈴木福君5枚分。福君紙幣なの？なんでって。2万円札？そうそう。変なお札。葬儀屋さん言うてはったから。ほんまに？福君紙幣に押し上げますよ。押し上げるとか言ってるやん。え？ちょっと、いや、気味悪いな、ここもキャンセルせえ、俺キャンセル料払ったるから。払ってくれんの？払ったるよ。マジで。うん。いや、でもワンドリンク無料か。おごったるから、チェリオも。足が払う境に。キャンセルしなはれ、お前。キャンセルか。あ、でまだまだ生きなあかんねんから、お前。まあ、そうやな。あんな縁起悪いし。話しなはんなお前。まあそれもそうやな。せやでお前。じゃあ分かった、今後じゃあもし俺が死んで、うん、名前がジャングルマン X になるまではうミラクルボディ保ってうえライフガードしていくわ。バッチリよ。どうもでした。へえ、ね、やぶ。さいいよ。この前さ、うん、親に言われてさ、ほうついにお見合い行ってきたんよ。うわー、えらいこっちゃ。お前お見合いなんか行ったんかいな。ほな行ってみたらさ、はあ、相手の子がもうえらい可愛らしい子で、べっぴんさんすごい可愛らしいんよ。ほんまかいなお前。いやほんまにほんまに。あ、その子有名なんで言ったら、うん、それ誰似てんのよ。星のカービィかな。可愛いなお前。可愛らしいな。ピンクまんじゅうやんかいな。その子好きな食べ物がマカロンやって。かー、大したもんやで。なんか毎食マカロンばっか食べてんやって。あら、妖精はんでっかあんた。え、マカロンだけ食うてんのかいな。いや、マカロンだけなわけないやろお前。そらせ、死んでまうもんな。マカロンとライス第一点やって。ベロ死んでんのかこいつお前。めっちゃ可愛いない？可愛いな。あんま洋菓子と米一個あんま可愛いないよ。でその子さ、趣味がオルガンらしくてさ。あ、楽器やってんねや。で俺も楽器やってるやん。え、だからめっちゃ話盛り上がってる。ちょっと待って、あんた、あんた相手可愛いからって嘘ついてるやんお前。え、楽器なんかやってへんがな。やってんねやってんね。嘘つけ、やってへんがなお前。俺休みの日になったら森行って一人で楽器演奏してんのよ。ラリってんのかお前。おい、何やねん気色悪い。楽器ってなんやねん。ずーっとホイッスル吹いてんのよ。バグってるやんけおい。ラリってるまたバグっとんのかお前は。うん、まあ、ホイッスルとオルガンでどないして話盛り上がんねんな。いや俺今度オルガン教えてくださいよって聞いたんよ。はあ、ほな向こうがさ、はあ、あ、オルガンは簡単ですよ。簡単なんや。銃を持って折るだけです。はあ、いやそれあんたオルガンやないかい。私にもホイッスル教えてください。あ、ホイッスル簡単ですよ。あっち向いてホイするだけなんで。いやそれあんたホイッスルやないかい。ガッハッハー。
おい、ベロ噛んで死ねお前ら、おい。こんな気やんやったらさ、ちょっと真剣にお付き合いしたい思ってさ。やめときって、こいつマカロンで米いくんやで。でも俺最初にさ、自分の悪いとこ伝えといた方がいいな思って。まあまあ、後から言うのはちゃうからね。ちょっとね、僕ね、酒癖が悪くて。ちょっとね、芸人やってるからね、余計飲んじゃうのよ、堪忍な。酔っ払ったらね、うん、女殴っちゃうんすよ。貸すやんけ、お前、おい。お前、女殴んのと畳に水こぼすの絶対あったかねえぞ、お前。いや、俺もやむを得ない理由があって殴ってんのよ。どんな理由やねん、それ。いや、女の人ってさ、うん、ちょうど肩の位置に顔あるから殴りやすいよ。理由ないやないか、お前、おい。こんな子供蹴ってるやろ、お前。かわいそうに、そんなん言われてびっくりしちゃったやろ、相手。ほな、向こうがさ、うん、女を何だと思ってるんですか。せやで、あんた、ほんまに。女は鉄なんです。え、叩かれれば叩かれるほど強くなるんです。おい、すごいな、この子。すごい、ね、すごいな、自分。なかなか女の人で鍛造に詳しい。あ、じゃあ鉄の話してんじゃんね、お前。マジで鉄の話なんかするかいな、お前。何この子、普段何してる子なん。普段なんか派遣の仕事してはんねんて。あ、派遣でなんかオフィスか工場かなんか行ってはんねん。いや、なんか戦争とか紛争に派遣されてんやて。傭兵ちゃうほな、おい。傭兵派遣の仕事って言わんねん。で、この人すごくてさ。何がいな。爪楊枝一本で戦車パクれんやて。バケモンやないか、お前、おい。レジェンド傭兵やんけ。すごいやろ。そら自分のこと鉄言うし、ガンおるわな。これはちょっと絶対に物にせなあかん思って。いや、おもろいおもろい、捕まえ、こいつ。その場ですぐ結婚してくださいって言うたんや。うわっ、ほいだら。な、ズバリこう言われまして。何がい。あなたとの結婚は、結婚だけに、結婚です。言うて。よいしょ、おい。コケコッコ。おらおら、愛した。もうこんばんは。ねえ、あれだな。なんやちゃうねや。人気ないんちゃうねん。ほんまに。やなんな。私やお前。じゃあね。なめてんの。なめてんちゃうねん。え？メンヘラスピリチュアルインディーズ歌手とかじゃないのわし。うん。何？ちゃうねや。舞台衣装忘れて、靴忘れて。靴忘れて。さすがに失礼やな。なんかあるやろ別に。何がいな。いや、この履いてきた靴とか。いや、それ失礼やろお前。お笑いなめてんのかおい。お笑いなめんなよおい。こんな響くなあ。ちょっと押してここ押して。えっ、キャー怖いってこんなんでけんから。ただ怖いだけやお客さん引くからおったら。ああそうか、うん、怖いってでけんからな、引きおるからな、うん、おやしますね。いいね、うん、えいいね、いいですね、いいな、うん、かまやもんな。もしでも構えへんな。全然画角に収まってたいもんな。別にあれや、見られてはいるんや。いやでも画角に収まってたら構えへんから。ああこうでもいい、全然もんな。そうや、なんかこうでもいい、こうでもいいもんな、構えへんもんな、うん、いいね。たくさんおらんのありやな。ありやね。ありか。ああ弁当食ってるやつおるやん、たまに。ああそうやな。いやそれは食ってええから。降りてぶっ殺したいもんな、普通やったら。おらんもんな今日。食ってええねんから。ええー、な、見えへんように食ってほしいよな。いやちょっとセットでついてるから弁当が。あ、はいはい、うん、ごめんなさい、ごめんなさい。いや俺ちょっとね、はい、車買おう思って。うえ、うん、あんた。そうなんよ。車、うん、なんでやねんお前。やっぱな、車買った方がさ、金貯まると思うよな。いやもうラリってるやんお前。どういうことやねんお前。何がいいの。金貯まらんよ、減んねんお前。車買うたら金がなくなるんやから減るよお前。車ってさ、まあステータスやん。あー、まあな。で車持ってる人のとこに人が集まってくんのよ、はあ、うん、で人脈が増えて仕事が増えんねん。うわ、で金が増えんのよ。うわ、うん、むっちゃ賢いやんけ。そうなんよ。確かにな、そういうもんやねん。ええ大人やしな、もうわしら。ええ大人や、ええ大人や。車持っとかんとな、そりゃそうや。やっぱ使わな帰ってけへんの金は。うわ、うん、小室も言うとったそれ。ほんまやん。ほんな未来ないやん。いやいや、せやかね。ある程度気づいとったから。あ、そう、ほんまやな。買うた方がええわ。だ無理してでもええねん。借金してでもええから俺買おう思って。むっちゃええやん、うん、賢いなあんた。だから俺さ、うん、中古のミラ買おうか。あかんねん、あかんねん、あかんねん、お前。え、あかんねや。あかんの。大の大人は中古のミラなんか乗ったあかんねや、お前。あかんの。あかんよ、お前。え、あんなもんおばあちゃんがお薬取りに行く時の車やねんから、お前。あ、そうなん。あかんよ、あんなもん乗ったら大の大人。マジかよ。あかんよ、お前。せっかく中古のミラ買うてさ、うん、後ろにウーファー積も持って。あかんねん、あかんねん、あかんねん、お前。え、あかんねや。あかんの。大の大人が中古のミラにウーファーなんか積んだあかんねや、お前。え、じゃあ重低音聞きたい時どうしたらいい。そんなん言うたあかんねん、大の大人が。え、重低音聞きたい時どうしたらいいの、なんか言うたあかんねや。あかんの。そういう時はもうグッと我慢すんねん。我慢せなあかん。きつめの酒飲むんや。あ、そう。そうよお前。せっかく中古のミラーにウーファー積んでさ、
夜中のヘップ前でナンパしようと。あかんねあかんねあかんねお前。え？大の大人が中古のミラーにウーファー積んでヘップ前でナンパなんかしたらあかんねお前。あかんのか。あかんね。マジか。もうやってないねんで誰もあれ。やってない。あんなダサいことお前。そう。ノバウサギとか流すんちゃうお前。いや流そう。あかんねんってお前。あかんね。ノバウサギなんか流したらあかんねやもう。あそう。もう誰も知らんねんあれ。せっかくヘップ前でさ適当に女引っ掛けて乗っけてさ、そのままノーバディーノーズかけながらドライブする。あかんねあかんねあかんねお前。あかんねや。あかん。大の大人がノーバディーノーズなんか聞いたあかんねんお前。あかんの。あれバカとガキしか聞かんねんあんなもんお前。そうなん。あかんねや。でもノーバディーノーズみんな聞いてへんねや。えマジで。ほんまにノーバディーノーズなってもたやあれ。落語やであんなもん。そうそう。落語なんか流したあかんねんお前。落語流してんじゃない。女積んで落語なんか流したあかんよお前。そう。あかんよ。せっかくノーバディーノーズかけていい感じになったらさ。ならへんってお前。そのまま古本市場行ってデートしよう。あかんねあかんねお前おい。大の大人がお前古本市場でデートなんかしたあかんねんお前。あかんの。あかんよ。ゲオの方がいい。中学生かお前おい。あかんねや大の大人が。あかんの。大の大人が中古品でデートしたあかんねんお前。中古品買ったあかん。中古品買ったあかんお前。小銭でこうたあかんねんお前。せっかく中古品買っていい感じだったらならへんって。そのまま漫画喫茶行って一発決める。あかんねんってお前おい。あかんねや。え？大の大人が満喫で一発決めたあかんねんお前。あかんよ。イオンモールのトイレのがいい。子供かお前。あかんねんっておい。あかんの。もっと悪いやないかお前。中学生やん。え、じゃあ一発決めたいときどうしたんやん。ホテルじゃあお前。ホテル行くん。あ、ほんだらお前大人はホテル行くんじゃ。金かかる。金かけんねん一発に。え、頭おかしいんかお前。マジで。なんやこれ、客もおらんのに一発で大声出して。わしが一番頭おかしいやないかお前。大丈夫よ。あかんね、金かけんねんお前。めちゃめちゃ金かけんねんお前。マジかよ。そうやでお前。で泡風呂入るんじゃお前。大の大人は泡風呂入らない。泡風呂入らなあかんねんお前。で、あれやなんか風呂あの七色に光るやつ入らなあかんねんお前。そんな面倒くさい。クラブみたいな風呂入らなあかんねん。そんな面倒くさいことじゃないか。そうやねん。で、うわ楽しいなっちゅう顔せなあかんねん。顔せなあかん。顔せなあかん。ニコニコせなあかんねん。楽しないのに。うん、ほんま楽しいねん。でもえ、ほんま楽しいけど、あれで楽しんでたら恥ずかしいから付き合ってる感じの笑顔もせなあかんねん。そんな複雑なこと。そうや、トゥーフェイスせなあかんねんや。面倒くさい。めちゃめちゃ面倒くさいねんや。せや一発は、じゃあもうやめようかな。やめときやんた、ほんまに。車いらんわ。じゃ向いてないわ。そうやな。めちゃめちゃダサいわ車乗ったら。じゃあまあ浮いたお金でさ、はあ、服でも買おうかな。あ、いいや、うん、おしゃれしてね。そうやな。おしゃれしたらまたおしゃれの仕事来たりしてね。そうやな。めちゃめちゃ賢いやんけ。おしゃれに使う。むっちゃいいやんけお前。あ、俺ジーンズメイトで服買う。あ、一番あかんねんそれ。どうもありがとうございます。はい、クイショイエー。どうも、金属バットです。お願いします。どうもどうもありがとうございます。いや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 、俺さ、へいへいへい、ちょっと不倫してんのよ。アホかお前おい。アホなんか俺お前おい。いや、やったかやろんな。してるからさ。ヘラヘラすんなお前おい。やったかやろお前。あかんのはもちろん分かってるよ。分かってるんけ俺ら。分かってる分かってる。相手どんなやっちゃねんな。相手小学校の先生でさ。うわお前もう、そんなんとどこで出会ってんな。俺が小学生の時の担任の先生なんやけど。 あおばあちゃんやお前。おばあちゃんとか言うなよお前。年齢的におばあでしたろ。いや失礼やろお前。何がいいな。女性に年齢関係ないやろ。お、あ、確かに申し訳ない。失礼。確かに申し訳ない。まあまあ確かにお年は召してはんねんけどさ、はあ、その年齢を感じさせないぐらい、はあ、お召し物があでやかなよな。ババアやないけお前おい。やっぱババアやんけ。何がいいな。お前ババア褒める専門用語全部使ったやんけ。わし高島屋来たんか思うと。そんなん言うなよお前。仲良やってんやからさ。仲良やってって何やってんのあんた。いやこの前もさ、はあ、その先生と初めて出会った記念日があってさ。ね、入学式系で、その時二人でさ、 お寺行って、おい、で寺の入り口にある、はあ、こう水をかけ合ってさ。あ、開けまへんだあんたあれ。買いますねって。そういうギミックになっちゃうねあれ。でそっから二人で買い物行ってさ。ほかいな。で俺もう何でも好きなもん買ってあげるよって言うたんよ。えらい気前えな自分。まあまあ記念日やったからさ。入学式なそれな。ほんな先生がさ、うん、私が欲しいものはお金で買えるものじゃないのって。どういうこと。なんか俺の目をじじっと見つめてきてさ。あらー先生、ねえ、なんか膝の軟骨が欲しい。あ、そっちかいなお前。さすがに軟骨使われへんわ。むちゃ言うたあきまへんわ。ほんな先生がさ、はん、もう俺にプレゼント用意してくれてて。何。なんか俺の名前入りのパワーストーンを用意してくれてて。あら、えらいキャイらしい。やろ。名前入りいいやろ。あんた小林圭介って名前からなんや、うん、圭介って書いてるパワーストーンかいな。いや小林家って書いてたの。墓石ちゃうんけそれおい。墓石じゃないけどな。これ手につけるような石。でっかい四角やった。破壊しやないかお前おい。あれパワーストーンちゃうねん。嘘。パワーなくなったやつが使うストーンやお前。あ、そうなの。最後の石ですよあれ。えぐい間違いしてるやん。でそっから二人でさ、はん、先生の家行ってさ。不倫やろお前。そうよ。いかついな。で部屋でな、はん、まあまあ二人っきりやんか。
まあ、だんだんいい雰囲気になってくるやんか。え、ほんな先生がさ、そろそろ欲しくない、えらこちゃん、あららら、えらいこちゃん、あらー、そっからさ、吹き焚いてくれてさ、おもろないのこれ、ハゲ、おい、あれ、マジで上手くて、あれ眠たいこと言うな、ボケ、こら、おい、え、大人やろ、不倫やろ、いや、そうよ、なんちゃこう、体を触るような著名こと、お前、そういうのが聞きたいの、当たり前やんけ、お前、もちろんあるよ、よいしょ、いえ肩もんであげてさ、孫やんけ、おい、あんた孫みたいなことしてるやんけ、何がなんかないんけ、そっから、いや、そっから先生がさ、漫画買うたあかんよ言うて、で図書券もらって、おい、で家帰ったよな、お前はよ不倫せえや、おい、全然せえやんけ不倫、おいはよせえよ、お前不倫したあかん言うてなかったっけ、わしも下品な生きたい耳なってんねん、おい、頼むわ、なんかくれよ、お前やれよ、じゃ不倫してるやんか、どこがやねん、お前寺行って吹き食うて肩もんで、お前こんなもん不倫ちゃうやん、家族やんけ、お前ありがとうな、ありがとうないないねん、どうしてんちゃうねん、お前やっぱ不倫ってあかんやんか、もう構えへんのやないこれ、だから俺ちょっと前々から考えてることがあってさ、ない養子なんだけ、いやじゃなくてさ、はあ、どうしようかな、なんや、結論だけ言おうか、はあ、先生をさ、はあ、俺ら金属バットに加入させようと、いややって、お前、おい、いややって、いいやん、いややって、いや先生吹き焚いてくれ、いらんわ吹きなんか、お前、いやじゃ、じゃあ分かった、はあ、旦那さんも入れようか、なんでそんなことなんねんって、いらんてダブルで、これが一番平和に収まんねん、何が平和に収まんねん、おい、なんでジジイとババとハゲとロンギで漫才せなあかんねん、お前、いややって、いや旦那さんめっちゃ喋れる人よ、喋ったことあんねや、あるあるある、おもろいの、全然おもんない、ほらあかんやんけ、お前、おい、なんでダラダラ喋るジジイと吹きたくババ入れなあかんねん、お前、いらんわ、行かへんて、でちょっとほんま申し訳ないんやけどさ、あんたもうどれが申し訳ないねんな、正式に加入させる日を、俺と先生が初めて出会った記念日にしていいかな、なんや入学式なんか4月け、それは9月1日なんやけどさ、あんた転校生やったよね、失礼します、こんにちは、さあ、ええよ、俺はさ、うん、もうどっからどう見ても漫才師やん、漫才師よ、この見た目はもう漫才師がありえんからね、もう何の色もないやん、ああ漫才師ですわ、何の色もないっすよ、漫才師ってさ、うん、立ち仕事やん、まあ、ざっくり言うとね、いつも職場で立ってるからね、うん、俺らもう立ち仕事の接客業やんか、ちょっとざっくり言い過ぎやなお前、飲食のホールやなんやからわしら、いやもうきっつい仕事やんこれ、めちゃめちゃ楽よこれ、いやもう腰言わしまやんこんなん、言わすかい、いやそれに比べてさ、コント師どもはさ、えあいつらすぐ舞台に椅子持ってきて座りよるやろ、休みをちゃうであれお前で、コントして最悪さ、はあ、コント睡眠って言うたら寝てええんやろ、ウケへんけどなお前、おい寝たかって誰が笑うねんお前、あれ楽しとんねんあいつら、楽してへんよお前、楽から生まれる笑いはないのにさ、変な尖り方してるやんけお前、おい楽してんねん、楽してへんねんお前、してるよコントしさんって大変よ、そうあの人ね、大きい荷物持ってお前走り回らんといかんねんから、そうよ運送業やん、ざっくり言うなってお前、それはきついな、大変よわしらに要請すごい仕事よあれは、いやまあコントしはまあわかるわ、はあ問題はよ、何がいな、あの落語家どもおいお前、おい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 、あいつらさ舞台出てきてさ、 お客さん金払ってんやで、そこにベーン座ってさ、おいちょっとお前、おい大昔に誰かが作ったネタやで、おいちょお前、おいちょ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 お前、おいおいお前、おい蹴ったろか、おい蹴んなお前、おい、なお前な、うん、落語家はな、うん、あれ舐めとんな、あれはちょっと舐めてんな、舐めてんねん、そうやね、結局舐めてんな、あの座んのは構えへんねや、あそう、あせやかてないネタ中さ熱なったか知らんけど、うん、急にジャンバー脱ぐやろあの人ら落語家のアウターのことジャンバー言うの、アウター言うてんのかなお前、熱いんやったら来てくなよなあんなもん、あれ楽しとんねんあいつ、楽はなしてへんねんで、楽から生まれる笑いはないのに、やめよお前もそれ、その尖り方用ないぞお前、落語家さんは楽なんかしてへんねん、や楽やあんな、してへんよお前、だって落語家ってさ、うん、座って喋るだけやで、ざっくり言うなって、あのテレアポや、テレアポ言うなお前、おいそれに比べてお前俺ら漫才師はさ、はあ、立ち続けなあかんねん、基本立ちですからね、仕事内容がもう縄文杉と一緒、何と一緒にしてんねんお前、おい一緒全然ちゃうわお前、縄文杉してる、何あいつあれやで、うん、4桁年生きて、うん、ボケゼロやなあいつ、いやいやボケあるわあいつないわお前、何年生きてんねんってボケあんねん、ボケちゃうねんあれあれ、おもろいから嘆きしてんちゃうねんお前、そうよあんた、いやきつさは一緒やって、全然ちゃうよお前、だって漫才師ってさ、はあ、腰曲がったらでけへんねんで、できんねやお前、いやこれどうやってさ、これで知らんのんけ、おい、お前糸恋先生知らんのんけ、糸し恋師匠知ってるっしょ、知ってるよあの人ら、お前後半腰ベコレ倒して、お前二丁のピストルみたいなやつやんね、お前師匠をピストルに例えんな、お前犯人な、あれはバールや、釘抜きみたいに言うな、お前もうちゃうがな、あない腰ベコったかって、お前漫才して爆笑取れんねん、生き長い仕事よ、いや俺もう腰は曲がりたくないんよ、かまへんがな、曲がったかって、だからさもう完全に腰曲がりきる前にさ、はあ、もう漫才師なんかやめてもうてさ、えもうジャンバー着てテレアポする仕事しようぜ、ざっくり言うなって、お前落語家さんって言えよ、お前動かそうよ、ないのお前ジャンパー着てテレアポするって、うん、青空テレアポやなかんなもんお前、
青空テレアポってない。いや、ええから、それは構えへんがな。ええねん、ええねん、お前。何そうよ、お前。で、あれよ、落語ってバリムズンよ。え簡単やんの。お、できんのかいな。誰でもできる。おもろいな、お前。ほな、蕎麦食うてみんや。蕎麦ぐらい食うたんや。やるやるよ、お前。ほら。見てみよ、お前。シェイク飲んでろてやないか。シェイク飲んでろて。シェイク飲んでろて、お前。江戸にシェイクがあるか言って画面バチンかねんだよ、あんた。顔だけはいかれたくない。顔だけ顔面でしょ。俺は顔だけで勝負してるからな。そうだよ。僕たちってワーキャー系漫才師なんだもんね。まあ、ワーキャッチのは悲鳴の方でっけどな。青空テレアポってね。構えへんがな、それは。ええがな。わしの傷口で遊ぶな、お前。何やったあれ。大変よ、お前、ラゴさんってあれ。座ってる言うたかて、うん。あの人ら正座よ。あ、正座してんのあれ。上、何してる思った。掘りごたつや思ってた。床えぐれてないねお前。そうよ。あ、そう。ああ。で、お前、あれよ、ラゴカさんって。うん。あれ、大昔に誰かが作ったアリネタで、うん、大爆笑取らなあかんねん。大爆笑取らなあかんねん。そうよ。いや、お笑い芸人やないんやから。お笑い芸人なんじゃ、あれが。おい。お笑い芸人しそうじゃん、あれが。そうなの。そうよ、お前、何や思っててん。日本の宝やと思ってた。遅いぞ、今さら。おい。嘘つけ、お前。マジで思ってた。お前、テレアポは言うてないで、お前。これほんま、マジで思ってた。嘘つけって、お前、おい。すごい崇高な仕事やねん。わしらには容赦んよ。そうか。ああ、じゃあ、やっぱ漫才師の方がええか。漫才師、この世で一番楽よ。でも俺、どうしても座りたんよな。あんた、漫才師は立ち仕事。座ることはできまへんで。ほな、こうしまひょ。おい、なんでか。今後は漫才に腰を据えることにいたします。ういうい、終わってよろしいんちゃいますかの。いや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 、ちょっとね、はいはい、今日はね、はい、俺おもろい話するわ。お、大丈夫かお前。大丈夫、荒い入り方で。プロやから。ほな、頼みますわ。いやちょっとね、はいはい、今朝さ、はい、俺スクランブルエッグ作ろう思って、はあ、でフライパンに卵割ったんよ。はあはあ。ほな、そのタイミングで電話かかってきて、はあ、で電話行って戻ってきたら、はあ、黒焦げなってんねん。いや落ちたな。落ちてないよあんた。ちょっとちょっと。え、上がってもなかったで。嘘、おもろかったよ。おもろない、お前。おかんと喋ってんや思ったわ。あれマジで。ああ、そう。どうしたあんた、普段めっちゃ面白いのに。あ、そう。いや、おもろかったけど。ちょっと変やな。ちょっと確認していい？確認。うん、もう全然して。かまへん。うん、ほんな、このおじさん変なんです。どんなやつ？キャンドルジュン。面白い。あれ、面白いなぁ。やろ、まあ、なんかあった、なんかあったって。ああ、いや俺今朝さ、スクランブルエッグ作ろう思って、ってその話で、フライパンに卵割ったら、ってそのタイミングで電話かかってきて、で戻ってきたら黒焦げなってんな。聞いたってそれ、お前。え、なんかあったんかお前。なんかあったって。ああ、いや今朝さ、覚えた覚えた覚えた、もう覚えた覚えた。何覚えた。そのおもんない話もう2編も聞いたから覚えたわ。あ、覚えた。ああ、覚えたんやったら言うときいいよ。なんで言わなあかんねん、こんなもん。いや面白いからやんか。おもろないってこれ。いや、お前がみんな笑ってたよ。うせえやん。いや、そうよ。ほんまに。もうあげるから言うとき。かまへん。うん、言うとき言うとき。よけて。ほな、今朝さ、スクランブルエッグ作ろう思って、あ、面白い、卵割ったらさ、電話かかってきて、戻ってきたら、ね、うん、バービーン焦げランブルエッグですわ。ちょ何してんの。何がや。全然おもんないやん。いや、全然おもんないね、この話。は、いや、しゃあね、しゃあね。お前が足すからおもんななってんのよ。いや、頑張ったやろ、わし。なや、焦げランブルエッグって。爆笑エッグ状態ないか、ほんだら、お前。いや、お前ちょっとずれてんちゃう。腰ずれてんじゃん。ビンビコビンやで今日。ほんまか。うん、確認するで。じゃあ、何でも来いよ。大喜利出すよ。あ、おもろい、来い来い来い。なぜ人を殺してはいけないのか。あ、むず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 すぎむずすぎ。え、むずすぎやって。答えることもできてない。答えられねえ誰も。大喜利ちゃうやないかお前。そう、もうそれ説法やで、お前。あ、そう。せやで。なんかあった、あんた。なんかあったって。うん、いや今朝さ、俺嘘やろお前。おい、ちょっとええって。なんかあったやろお前。なんかあったって。うん、いや俺今朝さ、あかんわちょっと。お客さんの中でお医者さんいないっすか。お医者さんいないっすかって。うん、今朝さ、あ、ルールない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 。どうしてお前。もう一回確認し。確認をして。かまへん。娘が連れてきた婚約者に一族騒然。どんなやつ。キャンドルジュン。面白い。あれ。いや、だからお前がズレてんの、やっぱり。わしなんけな。そうよ。じゃ確認するで。優しい、頼むで。こんなキャンドルはジュンだ。キャンドルジュンやないかお前。あれズレてないな。こんなキャンドルはジュンやねお前。そう、なんか変やでお前。なんかあった、なんかあったって。いや今朝さ、あかん、分かった分かった。もうちょっと一回お水飲みに行こう。あ、飲みに行こうか。どうもありがとうございます。知ってはるんかなみんなね。うん、だからちょっとせっかくやからさ、うん、特技でも見しとこう思って。あ、よろしおますやね。うん、ちょっと見していいかな。あんねんけどな、大阪やったら博士こういうの。あー、そうか。あなんか、ね、しづらい空気にしてたで俺。あ、いや、してもらった方がええよね。え、あんた特技なんかあったんやね。特技あるんよ。知らんのだわ。ちょっとやってじゃあ。と早口言葉が得意で。あ、いいね。ちょっとやってちょうだいよ。うん、うん、じゃあ言わせてもらいますね。はい。食料センターにて救援を待つ。何それ。
はいはい。早いやろ。早いな。めっちゃ早い。俺得意やねん。こう見えて。他のね。他の。ちょっと他のして。うん。救急隊員吐かなく散る。何それって。なあ何それ。早いやろ。うん。食べれるものは食べれるうちに食べろ。ちょっとやめてちょっと。ちょっとやめてちょっと。多いわ。多い。どういう意味？いや意味はないよ。早口言葉ないから。あせやかったよあんた。まあ俺が坊主が上手にみたいに言うてさ。うん。ちょっとどういう意味に言われても。うんないないないって。いやせやけどさ。うん。なんか意味あんねんなお前の。ある？うん。早いか遅いか噛んだか噛んでないか。なんか一個あんのお前早いなあなんかじゃあお前その、うん、あのね坊主がなんたらちゅうなんできんのあんた。あいける。あそれやってちょうだいよ。うん、分かんないな。坊主は上手に納税の義務を回避している。どういう意味やねおいおい。どういう意味や意味はないって。意味しかなかったやないか、お前。今の意味しかないねや。で、意味はわかるやろ。わかんねや、おい。早口言葉で日本の税制を切んな、お前。どういうつもりやねん、お前。焦点ちゃうんやぞ、今日は、お前。そんな意味ないよ。意味しかないね。お前のあれできんの？なんか、あの、ほら、ね、髪、色ついたな、青の髪がなんじゃろ。赤の髪がなんや。色ついたかな。あ、いけんの？いけんの？うん。それやってちょうだいよ、それ。赤髪来た、青ざめた、希望を捨てた。出兵してるやんけ、おい。おい。え出兵したんやん。じゃあしてない、ほんまに。意味はない。意味しかなかったんやん。高速出兵やん。高速出兵ってない。高速出兵やん、それ。なあ、お前が記者が降りてくんねん、SL から降りてきて。SL から降りてきて。あ、兵隊さん、すいません、あの、意気込みお願いします。赤髪来た、青髪来た、希望捨てた。オッケーです。なんでそんなこと聞いてくんねん、お前。今から戦地に行こうとしてるやつ。ちょっと欲しいから。ちょっと空いてんねやろ。どうせ朝日の記者やん。やめやん、ほんまに。やめや。どうせ、そんなこと聞くやつは。俺も撮ってたやから。え？うちも撮ってたやん。撮ってた？親が曲作曲作。やめねえな。俺呼んどったやんから。あ、やめそうやけど。そう、甘かんだ、あんた。かわいいでしょ。かわいいハゲでしょ。忘れました。本当に。できんのかいな、お前。できてるやん。全然、むちゃくちゃやけどな、お前。そう？あれは、あの、なんか、あれ、なんか、生の麦がなんじゃらちゅうな。あ、いけるいけるいける。いけるの？代表作。代表作って何？できんの？うん。言うてちょうだい、ほな。生麦を食べるのは人間にあらず、生米を食べるのは人間にあらず、生卵を食べるのは日本人特有の文化だ。すなわち日本人は人間にあらずイエローモンキーなのである。遅いな。遅いわ。ちょっとなスピード出んかったわ。スピードとかじゃない、え、もうわざったやもん。え、朗読やったもん今のテンポ。いや、違う、むずかったんよ。でなぁ、うん。また一個増えたわ。え？差別が入ったわ、お前。ああ入ってない、そんな。あんたむちゃくちゃやわ、ほんとに。意味はないから。意味しかなかったわ。マジで。名誉白人振ってるもん、お前。そんなことない。むちゃくちゃ、全然できへんけ、お前、おい。いや、いけるよ。ほんまに、お前。いや、もうなぁ、綺麗な早口言葉言うか。あんの綺麗な。意味のある。綺麗な。意味はいらねえ。別に意味はいらねえけど。綺麗なの。綺麗な、もうみんなが幸せになる早口言葉が。うん、それ最後やってよ、ちょっと。ね。黒人、白人、黄色人種。みんな合わせて地球人。むっちゃ遅いな。むっちゃ遅いな、お前、おい。ちょっと、なあ。人が多くて。人が多いとかじゃないの、お前。もう、椅子座ってやる気やったら今の。え？なに、むちゃくちゃやないか、お前。何が？そうだな、お前。いいね。いいでしょ？いいね。黒人も白人も黄色人種もね。うん。差別なく。そうやね。この地球っていう一つの星に住んでねえから。そうや、そうや。地球人、差別なく。うん。綺麗に生きよう。行きましょう。そう。いいこと言ってんのよ、本当にね。ちょっと、山田くん、ちょっと。コバちゃんに、座布団、40キロ。40キロも、40キロもくれんの？うん、黒人に運ばせよ。なんで黒人に運ばすの？なんで黒人に運ばすの？意外な。黒人が触ったもん、座れるか。おい、ポンポン。お願いします。こんにちは。こんにちは。ねえ。いやいや。俺さ、うん。あの、究極のチャーハンを完成させたんよ。おい。おう。究極のチャーハン？そうよ。おい。え？お前見てわかると思うけど。うん。俺チャーハンバリバリ好きなんよ。あ、そうか。おう。見てわからんねんけどな。ちょっと教えてくれよ。教えようか。どんなもんやねん。あ、教えるわ。頼むわ。今日は、舞踏会。舞台は、フライパン。本日の主役は、おい。キラキラに輝く、宝石のような、お米たち。おい、お前ラリってんのか、お前、おい。え、何言ってんの？俺、あれやで。何？究極のチャーハンっていうポエム作ってる。おい、ポエムけ、お前、おい。いらんのや、ポエムなんか。いらんの？わし、レシピ聞ける思ったのに。レシピはポエム聞いてたら出てくるよ。なんでポエムなんか聞かなあかんねん。いや、俺、ポエムでしか言葉伝えることできへんねんな。おい、調子乗んなよ、ハゲ、お前、おい。まあ、ハゲてねえから、写経せよ、お前みたいなやつは。写経せなか。ああ、聞いてたら出てくんの？聞いといて。あ、わかったわ、ほな。ここは、チャーハン王が統治する、
チャーハン王国。何それ。度重なる圧政の末、民衆の不満は募り、徐々に民主化の波が押し寄せていた。重い設定。そこで悪魔司祭米炒めてうすさん。ちょっと長なりそうやな。ちょっと長なりそうやな。そんな長ならんよ。これ尺どんぐらい。全8章ぐらい。ああ、章の尺なんかあやふややね。ちょっと分からんねや。あ、そう。ちょ、分かりやすいさ、うん、原稿用紙で言うてよ。原稿用紙だと2キロか。重さが距離、あ、長さが余計分からんわ。私原稿用紙なんか並んだもんないから。そうなの。あ、ちょっと堪忍かちゃっちゃか火かけてくれへん。火かけんの。あ、火とかけまして。あ、謎かけちゃうねん。謎かけなんか振るかいな、あんた。今日浅草の余生ないんやから。ああ。よかった。俺謎かけなんかできへんからさ。せやろ。急に振られてもう頭が真っ白に燃え尽きかけたわ。火だけに。ねずっちです、おい。ねずっちですんな、俺は。してた。うん。謎なんか解かんでええねん、お前。あ、そうか。そうよ、お前。今、謎解かんと卵解かなかもんな。チャーハン。レシピ言えや、はよ。おい、だるだるすんな、お前。盛り上がってもって。原稿用紙2キロあんねやろ、これ。ちょっと、ちゃっちゃかレシピのとこ言って。レシピ。うん。お米がパラパラと炒まってきたら、ほう、ここで、バターを投入。バターなんか入れまんねんな。バターなんか入れまんねんな。おい、なんや、喧嘩か。結局してんのか。といったあなたの、なんや。今日の運勢は、占い絶好調。やっぴー。続いてのお便りです。ラジオなん。片岡ヘッドコーチ、こんにちは。誰や、お前。私は今、二塁にいます。おい、集中せよ、ほな。おい、走るべき。おい、おい、何や、ここ、お前。何や。ラジオやん。ポエムの続きやん。どこがやの、お前。変なコーチ出てくるし、お前。原稿紙400字が2キロあんねやろ。そうやで。ちょ、ちゃっちゃか言って。ちゃっちゃか。飛ばしてちょうだい。飛ばそうか。レシピとか言って。バターがとろーりと溶けてきたら、うん。とろーりといえば、うん。ゴロリ。あ、もうええて。おい。作って遊ぼうの神回といえば、ないわ。あれ全部一緒やねん、やってること。川の下にガス管を通してライフラインを作るお話。おい、神回やな、お前。すごかった、あの回。二人で。二人よ。行政やん。いや、お前どうやって。ゴロリがキャドで図面引いて、あいつキャドできんねや。ワクワクさんがハサミ一本で地面掘り抜いて、腕どないなってんの。めっちゃかっこや。腕パンパンや、お前。すごいのかやん、曲で。どないなってんの、お前。すごいよ。それはちょっと面白そうすぎるから、ちょっと今度 DVD 焼いてくれや。うん、私はちょっとレシピを聞いたんや、今日。レシピ。そうよ、頼むやん。あんたまだバターしか入ってんねんから。マジで。そうよ、あんた。あ、そうか。完成させてちょうだい。オッケーオッケー。バターがとろーりと溶けてきたら、うん、いよいよ仕上げ。え、少し寂しい。おい、物語が終わってしまうのだから。でも大丈夫、心を痛めないで。だってチャーハンは心を痛めるものではなく、お米を痛めるものなのだから。バターライスやないか、もう。どうも、あざっす。あ、さあ、えい、おいしい。お、なんじゃい、なんじゃい、なんじゃい、むちゃウケるやんけ。おい、ちょろいね、今日は。おい、 R1 のお客さんじゃん、これ。やめなさい、やめなさい。おいおい、知り合いにさ、はあ、漁師さんがおんねんけど。そんなんいてんねや、うん、はあ、その人がさ、はあ、この前本マグロの大トロを、はあ、ブロックでくれたんよ。熱っ、なんで。なんか余っとんや言ってた。余らんで、あのお前金貨やぞ、あれ。ありがとうございます言うて。大きいな、気前いいね。で早速家持って帰ってさ、はあ、チラシ寿司にしたんよ。頭おかしいんか、お前。おい、ベロバグってんのか、お前は。やっぱうまいね。あ、そうな。あのチラシ寿司の椎茸甘辛く炊いたやつ。あ、どうでもええわ。おい、どうでもええって。あ、椎茸ってあの味のまま地面から生えたやつ。ええわ、もう。おい、椎茸の話なんか聞きとないんじゃ、お前。何何、トロはい、トロ、トロはいい色やったよ。色合いでいるんだ、トロ、お前。あんな亮さん怒らはったやろ。なんかえらい怒ってはって。そらせやろ、お前。あ、チラシ寿司にしました言うたら、はあ、頭おかしいんか、お前。せやで。カナダ足でベロあるたるか言うてまいな、これ。本マグロの大トロいうのはな、一回炙んねやつ。しゃあね、しゃあ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 、油がこうじわー出てくる。あ、しゃあ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 。それをケチャップにつけてくんがうまいや。頭おかしいんか、お前。おい、あなあ、炙るんすか。ケチャップじゃ、おい。ケチャップはね、僕もね、チラシ寿司にかけたんです。お前ぶっかけてんの。ほんなら、錦糸卵と相まって、はあ、オムライスみたいになる。ならんわ、お前。お頭おかしいやないか、お前。頭おかしいな、頭。お前もおかしいねで。でもめっちゃええ人で。ええ人はええ人やね。その帰りもさ、はあ、ホタテくれて。ホタテ、ホタテ。でっかい殻付きのやつ。海底の、うん、なんで
なんか余っとんやー言うて余らんねやお前どこの海住んでんねんお前。いやありがとうございます言うて大きな気前やな。で早速持って帰ってさ、はあ、水着にしたんや。頭おかしいやないけどなやっぱええー、ね何がいいな白が生えるね。生えへんねんお前には。あんなバキバキのギャルの姉ちゃんしか生えんねんやお前りょうさん怒らはったやろ。なんかまたえらい怒ってはってさ。そらせやろ。あ水着にしました言うたらう頭おかしいんかお前。しゃあでお前カナダ足でベロあるたろか。今洗わんでねえホタテいうのはな一回網で焼くんやと。しゃあよしゃあしゃあ焼いたらこう殻がこうじわー広がってくる。しゃあしゃあしゃあもうここだけの DVD 欲しいわし好きやねえなで中身ポイってしてカスタネットにして遊ぶ。頭おかしいやないかお前。どうもありがとうございました。どうも金属バットです。どうもお願いします。どうも金属バットです。どうも、いやー、小林で金属バットですわ、ね、あ、ごめんなさい、一つちょっと言っとかないといけないことがありまして。あれ、何？はい、私、はい、小林さんじゃないんです。あれ？あれ、勝利やった、はい、お前、読み。あ、そういうことじゃなくて。何？面白いこと言いますね、もう一回言って。え？もう一回それ言って。面白いこと言いますね。まあな。じゃなくて、何何、小林さんじゃないんです私。はい。小林じゃない。何言ってんのお前。この前ですね。ああ小林さんと神社でこうね、うん、こうバランってぶつかっちゃって、うん、で階段をこうコロコロコロってこう転がり落ちちゃって、で入れ替わっちゃったんですね。だから私小林さんじゃないんです。え、わかります？いや、え、小林ちゃんだって。いや、違うんですよ。この前ね、神社で聞いたよ、聞いたよ、聞いてんの。バーンバーンってなって聞いてる、聞いてる、コロコロコロってなって入れ替わっちゃったって、うん、魂がって言った方がいいですか。いや、なんでもええよ、一緒やって。小林ちゃん、お前何言ってんのよ。いや、違うんですよ、それが。小林ちゃんないか、お前。いや、本当に違うんです。お前、あれやろ、好きな食べ物、麻婆豆腐やろ。いや、違いますね。え、揚げたこ焼きです。え、はい、小林ちゃんないかもしれんな。違うでしょ。違うんですよ、本当に。え、好きな漫画何？好きな漫画、私ワンピースが好きです。ああ違うな、はい、ストッパーブス島やもんなお前。あれ？だから違うんです。ええよな。本当に違うんです。お前の好きな製図道具何？製図道具って何ですか？え、雲型定規やろお前。どうしたお前。あれ？え？え？どういうことですか？キャドあるある一個言って。キャドあるある。キャドあるある。あ、手書きの方が楽だなと思ったんですけど、うん、縮尺を自由に変えれる点がやっぱりキャドの方がいいなって思いました。違うな、小林のキャドあるあるはやりがいがあるやもんな。違うな。あれ、いや違います。小林さんじゃないんですよ。本当に本当なんです。誰じゃあんた。はじめまして、うん、ミスチルのベースです。誰やねんお前。おい、誰じゃ。え、でミスチルのベースキャドできんのかよ。ミスチル、え、知ってるでしょ。ミスチル、ミスチルは知ってる。スターチルドレン、うん、のベース、ベースほらおったん。ベースいやいますよ。あれ桜井ピンちゃうの。あれ桜井がピンで頑張ってるのはジ・アルフィーやないかい言うとりますけども。何それ。え、何それ。私なりにちょっとお笑いってこういうのかなと思いまして。あんまこの芸風で言うのちゃうけど、はいはい、お笑いなめんなよお前。いや、こういうのじゃないんですか。なめんなお笑い。違うんですか。なんだお前。え、ミスチルのベースなんです。ベースと入れ替わっちゃって、小林さんと。だるいな。ダメですか。なそのミスチルのベースのやつ見っけて、はいはいはい、今のお前をひっくり返したらまた元戻んの。あ、そんな簡単な話じゃないんですよ。もう何がいいな。その僕が入れ替わった方の体も、はあ、もう別の誰かと入れ替わっちゃって。何やねん。そうなんですよ。誰と入れ替わってんの。まあでも言ってもわからないような人なんですけど。お前もやで、うん、スピッツのベースと入れ替わって。誰やねんってお前。誰や。誰やねんでしょ。お前もやねん。それは地味なんですよ。お前もやって。誰やねんおい。ミスチル、ミスチル。一緒じゃ、一緒じゃ、一緒じゃ。格上、格上。一緒やねん、一緒やねん。どっちも愛されてるけど。何ですか。誰やねん。え、おったんかいな、それも。おる、そらいるでしょ。おった、知らんかった。ピンや思うた。あれも入れ替わっちゃってるんですよ。そいつ見っけてきて、はい、その3人にゴロゴロってひっくり返したらまた戻んの。いや、そんな簡単な話じゃないんですよ。もう何が起きてんねん今。そいつもまた別のベースと入れ替わっちゃって。なんでベースばっかりねおい。みんなで神社でここ、なんなの？ベースってみんな悩んでんの？悩んでるでしょ、それは。そうな。地味なんですから。お前も直したよな。うん、じゃあどこのベースと入れ替わった今度は。TOKIO のベースと入れ替わった。もおらんねんお前、おい。TOKIO にベースはもおらんねや。いないんですか？今へんねや、TOKIO に。え、なんで？え、バンドでしょ？バンドだったらベースがいるんじゃない？まあ、まあ、ちょっと、え、いないんですか？なんでいないんですか？なんかあんねん、ちょっとまあ。え、なんでいないんですか？じゃあまあ、
えまあまあな。なんでいないんですか。まあまあ。なんですか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 。ダブルなんですか。ほんまに。今ちょっと刑務所入ってはんね。刑務所入った。え刑務所入った。刑務所入った。刑務所入った。刑務所入ってるんですか。異例の即日死刑やったかな。え死刑なんですか。異例の確か即日死刑やったと思う。死刑なんですか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 。ダブル死刑なんですか。ほんまに何ですか。何ですかこれは本当に。えそうか。じゃあもう分かっちゃったんですよ。あかんな。ダメですか。うん刑務所おったらちょっともうお前とやるしかないな。あ一緒にやりましょう。だからできんのお前お笑いなんか。いやお笑いできますよ。さっき見たでしょ。不安しかないよお前。僕いろいろ見てきて勉強してきたんで。あ笑い勉強してんの。はい。あんまかいな。やりましょう。だから一緒に。じゃからじゃからな。いきなり広島弁。うん一緒にやりましょう。やってみようか。はいやりましょう。はいはい。どうも金属バットです。どうも金属バットです。お願いします。僕ね、はい、芸人なんですけど、はい、こう見えまして、はい、あの合コンに行ったことがなくて。あ珍しいね、はい、芸人やのに合コン行ったことない。ほらせっかくやからここでやらせてもらおうか。あやらせてもらえますか。上手やね。行こう、はい、行きましょうか。じゃあ、まずは乾杯しようか、うん、はい、ビールでいい。ビールビールの人。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160,161,162,163,164,155,156,167,168,159,160,161,162,
え、どっちパクってんねんお前。東京ホテルはタケルをパクんよお前。なんでショウゴをパクんねんお前。あれ、僕ショウゴさんばっかり見てます。ショウゴなんかパク、タケルをパクんねん。東京ホテイソンで受けよう思ったらタケルをパクるんやお前。あ、そうなんですか。画面の半分画用紙で隠してショウゴさんだけずっと。なんでそんなことすんねんお前。なんでそんなことすんねんよ。じゃあたまにこう手が出てくる。出てくるからな。違うねや。違うんですか。東京ホテイソンパクるんやったらタケルをパクるんやかんねや。そうよ。ちなみにあの合コンでのこのビールを数えるやつの 1,2,3,4,5,6 のタケルさんのツッコミは、いや待ちコンの規模完璧やろでした。あ、完璧やねやっぱり。ですか。そっちをパクんねん。こっちをパクるんだ。あ、やっちゃいんだ。俺そのツッコミできへんねん。あ、できない。俺苦手、それできへんから。そうですか。ちょっときついわ。そうですか。俺あんなツッコミ要せへんねん。そうなんです。あれむずいから。わかりましたよね。僕別のもいっぱい見てきたんで。他は勉強してんの。はい、見ました見ました。あ、何見てんの他。サル岩石さんと。サル岩石変なの。ドロンズさんと。ドロンズさん。あとチューヤンさん。いや、テレビに狂わされた芸人。おい。できてましたよね。あきまへん、今できてます、ね、あきまへんで大阪ホテイソン、あきまへん大阪ホテイソン、あきまへん、あきまへんできてましたよ、ね、後輩のパクってニコニコすなあかんわ。あ、そうですか。もうあかん、ちょっとお前やったらいいわ。ちょ、揺らしちゃダメですよ。あ、もうあんた何がや、揺らすから。え、入れ替わっちゃいました今。何も入れ替わってへんから、お前なんやねんな。あなたの金玉と私の金玉がこう、おい、やめろよお前。おい、おい、金玉返せよお前。おい、揺らすから、揺らすから、もうあなたの金玉全部こっち来ました。おい、ゼロ玉なってんけお前。おい、もう玉がこんなに溜まったらたまらんですな。言うとりますけども。たまりまへんでな、ほんまに。お前マジで玉返せよ。これナイスです。こんばんは。金属バットです。金属バット。金属バットです。同じぐらいね、あんた。ねえ、うん、ねえ、僕ら金属バット言いましてね。はい、大阪から来たんすわ。大阪からね。ねえ、僕ら二人とも大阪でね。来まして。大阪言うたらね、有名なもんがありまして。有名なもん。大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして。ねえ。ちょっとね。何？嘘ついたあかんわ。何がやねんお前。自己紹介で。何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ。何？ハープとティアラの街です。そうなんです。すいませんね。大阪ハープとティアラの街ですね。そっから来ましてね。で、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友康ですね。見たらわかる思いますけど。見たらわかりますかね。わかりますかね。わかるでしょ。わかったかな。大丈夫でしょ。わかってるね。大丈夫大丈夫。ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん、僕ら This is 漫才師です。This is漫才師、うん、お、いいね。ザットイズ漫才師。ザットイズ。違うんちゃうか。フーイズ漫才師。フーイズ、うん、なんか横文字が似合えへんのちゃうか。これぞ漫才師。なんかな、漫才師のご両人。ご両人です僕ら。漫才師のご両人ですわ。ご両人で話持ってて、こんばんは。漫才師ってね、もう立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、接客業やん。むちゃめちゃざっくり言うたらな、歯ぶき倒したらそうやな。切
つい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何何？歩いてきただけやでそこ。そう信じられん距離で。こんな短い距離。この距離だけ。チョロ級であんな距離。めちゃめちゃチョロい距離歩いてきたの。しんどい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、コント師どもはさ、おい。あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休むようちゃうねんあれ。舐めとんであれ。おい。むちゃくちゃやん。どうしたお前おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前おい。ずっと楽しとんやん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前おい。なんやねんあれ。お前、え？コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんでお前。そう？そうなん？めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあじゃあコント師はさ、百歩譲って許すねんけど。偉そうやもう。問題はよ。うん。あの落語家どもよ。おいおいお前おいおい。あかんやろあれ。おい。あ出てきてさ、お客さんの前でさ、お金払ってんねんで。なんかいきなり座ってさ、おいおい、大昔に誰かがやったネタやるやろ。おいお前おい。あり？おい。舐めすぎやろあれ。ちょっと。え？小林。何？ちょっとお前。どうしたお前。どうした？こっちのセリフや。お前は。どうした？え？落語家は。うん。舐めとんの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 ってやっぱ。3桁年前のネタしてるからな。何百年やってんねん、同じ。どんだけ年すんねん、お前。もう。丸なってるよ、お前。そうや、丸やで。玉やろ、あんなもん。玉見せてるだけだよ。玉見せたけ、あんなもん。なあ。で、なんや、ネタの途中、熱なったか知らんけどさ、ジャンバー脱ぐやろ、あいつら。お前、落語家のアウターのことジャンバー。アウターって言ってんの、お前。ちゃうよ。なあ、あれ、暑いんやったら来てくれよな、あんな。そうや。視野で、ほんまに。で、暑いからすぐあれやろ？なんや。うちわで会うやろ？会うよね、あれ。むちゃむちゃしょんで、あいつらは。いや、でもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いや、もう立ってられんくなると思うねん。いけるって、お前。いや、今はまだ若いからいけんねん。30代やけどな、俺ら。うん、もっと年取ってさ、50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やって、お前。え？知ってるか、お前。何？いとこい先生。いとこい先生？いとしこい先生。あの人らもう死ぬ間際までネタしてあってんで。あ、そうそうよ、最後なんかお前、楽屋、何、二丁のピストル入ってきたな、思って。腰曲がりすぎて。こんなの？二丁拳銃入ってきたもん、お前。マイクの前行ったらバチーってなる。バチーなのかあれ。めちゃめちゃかっこええ。すごいな。めちゃめちゃかっこええ、あの人だ。そうよ。いや、でもさ、もう今のうちにさ、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いや、お前な、そういや、落語ってな、楽じゃないねん。楽じゃないのあれ。愛してるか、お前。うん？蕎麦食わんといかんねん。いや、蕎麦ぐらい食うたらええやん。できんのか、お前。誰でもできる。やってみよう、ほら。ほら。おい。簡単やん、こんな。見てみよう、お前。マックシェイク飲んでる音やんけ、それ。おい。マックシェイクの音や、それ。マックシェイクの音してるこれ。江戸にマックシェイクがあるかいって、バーン殴らんの、お前。マジで一番痛いとこ殴らんの。一番痛い。正中線正中線、どん好きよ、お前。バチッいかるの、お前。それは嫌やな。せやで。そうか。でも、あれよ。え？正座しちゃんといかんねん。いや、あれ正座してんのあれ。何や思えて、お前。掘りごたつじゃない。えぐれてないねんか。あ、そう師匠、足ぐらぐらしてるの見たことある、お前。あ、ずっと楽してんや、思てめっちゃ座らなあかんのよ。正座してはんのか。お前、師匠の要求、バチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。うん。師匠と歩いてて。うん。おい。うん。おい、ハゲノスケ。うん。ハゲノスケ、お前、おい。ハゲノスケっていうのは、俺でええんやな。お前、そうやな。これや。え？これ。なんすか？これや。あ、プリクラですか？小顔ピースちゃうの、お前、おい。こんなおもろい師匠おらんの、お前。え？ハゲノスケ、あと5秒や、早く小顔ピースせなおらんの。おいじゃない。一生ついてくわ、そんな人。違うの？せやで。何？タバコ？タバコや。タバコ、タバコやん。あとあるよ。街歩いてても。ん？おい。あげのすお前。え？軍閥の樽やないけ、おい。軍閥の樽？お前、ごっくんボディや、おい。下品な言葉。おいおい。言葉を仕事にしてる人とは思われへん。おい、あげのすけ、早く。早く。何すか？タマスダレや。タマスダレ？何にすんすか、タマスダレ。ナンパやんけ、お前。タマスダレってナンパすんすか？ナンパ道具やろ、あれ。ナンパ道具？どうやってすんの？女の好きなもん作んねやろ、あれ。ああ、そうか。あれでタピオカとか作ったら。いやー、エグザイルとか作ったら一撃やろ。一撃釣れんのか。バカもんやで、お前。え？バカもん。バカもバーンやで。バーン、正中線？ああ、五段付きや。ドン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 。正中線。死んでまうぞ。それは嫌やな。大変よ、落語家。落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんかな、そもそも。そうか、昔のネタで受けなあかんの。無理やから、俺ら。めちゃめちゃすごいやから。それはきついな。せやで。じゃあまあ、漫才師でいいんかな。漫才師やっぱり。でも俺な、どうしても座りたいんよ。なんやねん、お前。もう楽したって。なんじゃこいつは。でもあれでよか。なんでっか。座り漫才日本一決定戦の。ほう。ザ漫才、出ましょうか。お後よろしいんちゃいまっかの。ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、ね。
どうもバットナイスです。こんばんは。金属バットです。金属バットです。同じ絵づらいね、あんたね。ねえ、僕ら金属バット言いましてね、はい、大阪から来たんすわ。大阪からね。ね、僕ら2人とも大阪でね、うん、来まして、大阪言うたらね、有名なもんがありまして。有名なもん、大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ねえ、ちょっとね、何嘘ついたあかんわ。何がやねんお前、自己紹介で。何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、ちゃうよ。何ハープとティアラの街。そうなんです、すいませんね。大阪のハープとティアラの街ですね、そっから来ましてね、で、ダス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友達ですね、見たら分かる思いますけど、見たら分かりますかね、分かりますかね、分かるでしょ、分かったかな、大丈夫でしょ、分かってるね、大丈夫大丈夫、ね、まあ僕らそんなね、漫才師なんですよ。そうなんですよ、僕ら This is 漫才師です。 This is 漫才師、お、いいね、ザットイズ漫才師。ザットイズ、違うんちゃうか。フーイズ漫才師。フーイズ、うん、なんか横文字が似合えへんのちゃうか。これぞ漫才師。なんかな、漫才師の五両人。五両人です僕ら、漫才師の五両人ですわ。五両人でやらせてもらってて、こんばんは。漫才師ってね、立ち仕事やんか、ざっくり言うとね、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、接客業やん。むちゃむちゃざっくり言うたな、省き倒したらそうやな。つい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何？歩いてきただけやでそこ。そこ信じられん距離。こんな短い距離。この距離だけ。チョロ級やであんな距離。めちゃめちゃチョロい距離歩いてる。しんどい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、コント師どもはさ、おい、あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休むようちゃうねん。なめとんだあれ。おい。むちゃくちゃやん。どうしたお前、おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前、ずっと楽しとんねん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前、おい。何やねん。お前、え？コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれ、コント師ってお前飛んだり、跳ねたり、ラジバンだり、いろいろせなあかんねんで、お前。おぉ。そうなの？めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんねん。そうよ。まあまあ、じゃあ、コント師はさ、100歩譲って許すねんけど。偉そうやの。問題はよ。あの、落語家どもよ。おい、おい、お前、おい、おい。あかんやろ、あれ。おい。あ、出てきてさ、お客さんの前でさ、お金払ってんねんで。なんかいきなり座ってさ、おいおい、大昔に誰かがやったネタやるやろ。おいお前、おい、あれ、おい、舐めすぎやろ。ちょっと、え、小林、何、ちょっとお前、どうしたお前。どうした、こっちのセリフやお前は。どうした、落語家は舐めとんの。舐めとんの。舐めとんの。舐めとんのってやっぱ3桁年前のネタしとるかな。何百年やってんねん、お前。どんだけこすんねん、お前。もう、丸なってるよ、お前。そうや、丸やで。玉やろ、あんなもん。玉見せてるだけやろ。玉見せるだけ、あんなもん。なあ、あれ。なんや、ネタの途中、熱なったか知らんけどさ、ジャンバー脱ぐやろ、あいつら。お前、落語家のアウターのことジャンバー。アウターって言ってんの、ちゃうよ。なあ、あれ、熱いんやったら来てくれよな、あんな。そうや。視野で、ほんまに。で、熱いからすぐあれやろ。なんや。うちわで会うやろ。会うよね、あれ。むちゃむちゃしょんで、あいつらは。いや、でもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いやもう立ってられんくなると思うねん。いけるってお前。いや今はまだ若いからいけんねん。30代やけどな俺ら、もっと年取ってさ、50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やってお前。え、知ってるかお前。何、糸恋先生。糸恋先生、糸し恋し先生。あの人らもう死ぬ間際までネタしてはってんで。あ、そうそうよ。最後なんかお前楽屋何、二丁のピストル入ってきたん思って。腰曲がりすぎて。こんなの二丁拳銃入ってきたん思って。入ってきた。マイクの前行ったらバチンってなる。バチンなのか。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさ、もう今のうちにさ、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いや、お前な、そういや、落語ってな、楽じゃないねん。楽じゃないのあれ。あ、知ってるかお前。蕎麦食わんといかんねや。いや、蕎麦ぐらい食ったらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみようかな。ほら、おい、簡単やんこんな。見てみよお前、マックシェイク飲んでもてんけそれ。おい、マックシェイクの音やそれ。マックシェイクの音してる。江戸にマックシェイクがあるかってバーンなくないんだもん。マジで一番痛いとこなくなる。一番痛い。正中線で、正中線どんずっとバチッいかんねん。それは嫌やな。せやで。そうか。でもあれよ、正座しちゃんといかんねん。あれ正座してんのあれ。何や思ってお前、掘りごたつじゃない、えぐれてないねん。あ、そう。師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前。あ、ずっと楽してんや思ってた。めっちゃ座らなあかんねん。正座してはんのか。でお前、師匠の要求バチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。うん、師匠と歩いてて、おい、おい、ハゲノスケ、ハゲノスケお前、おい、ハゲノスケっていうのは俺でええんやな。お前、そうやな。これや。え、俺なんすか。俺や。
あ、プリクラですか。コーラオピースちゃんのお前、おい。そんなおもろい人おらんの、お前。え、早すぎる。あと5秒や、早く。コーラオピースせんな、おらんの。一生ついてくるそんな人。違うんだ。せやで。何、タバコ、タバコや。タバコ、タバコや。あとあるよ、街歩いてても。ん、おい、あげのすお前。え、軍閥の樽やないけ、おい。軍閥の樽、お前ごっくんばでいいや、おい。下品な言葉、おい、言葉を仕事にしてる人とは思われへん。え、あげのすけ、早く、早く。なんすか、タマスダレや。タマスダレ、何にすんすか、タマスダレ。ナンパやんけ、お前。タマスダレってナンパすんすか。ナンパ道具やろ、あれ。ナンパ道具、どうやってすんの。女の好きなもん作んねやろ、あれ。ああ、そうか、あれでタピオカとか作ったら、エグザイルとか作ったら一撃やろ、お前。一撃釣れんのか。バカもんやで、お前。え、バカも、バラもバーンやで。ボン、正中線。あ、五段の時はドン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 。正中線。死んでまうぞ。それは嫌やな。大変よ、落語家。落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんからな、そもそも。そうか、昔のネタで受けなあかんから。無理やろ、俺ら。めちゃめちゃすごいんかな。それはきついな。せやで。じゃあまあ、漫才師でいいんかな。漫才師はやっぱり。でも俺な、どうしても座りたいんよ。なんやねん、お前。もう楽したって。なんじゃこいつは。でもあれでよか。なんでか。座り漫才日本一決定戦の。ほう。ザ漫才出ましょうか。お後よろしいんちゃいまくの。ありがとうございます。どうも金属バットです。どうもお願いします。お願いします、ね、さあ、うん、この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え、等身大のやつ。え、でそれをラジコンにして走らして遊んでたんよ。え、ほんなら俺のラジコン途中で操作効かんくなってさ、え、走ってどっか行ってもうたんよ。は、最近街で俺見てない。ちょっと待って、何言ってんのお前。え、自分の等身大のラジコン作ったん。うん、何それ、なんでそんなの作ったん。俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうな。うん、でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやったん。絶対ちゃうでお前。ほんまどうやないかお前みたいな。もう見てない、街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ探してんねんけど。見たわ。見た。うん、なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけど。あれお前のラジコンちゃうんけ。パン屋さんの壁、はあ、それは俺やな。ガチもんだ。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんの、パン屋のこと。匂い嗅いでただけなんや。中入って食ったやのに貴重いなお前。見てないマッチで。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何、漆塗りやねん。漆塗り真っ黒のやつやった。見たわ。見た見た、漆塗りのお前やった。見たわ。見た。うん、どこで。ネットオークション出たわ。売られてんのお前。え、仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの。仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。そんなんええわお前。おい、振り返さんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏なってんやろ。ほんなんもうええわ。なんでや。仏だけにほっとけ言うて。うえ。ホットケーキ。うらっしゃ。